今日は散々な日だった。俺、リンネミとハはそうつぶやきながらキロをたどる。そう、マジで今日はひどかった。まず朝、犬の糞を踏んだ挙句、転んでさらに遅刻する。もうこの時点で悪すぎるが。こんなものではない。そして学校内、先生に掃除を押し付けられ、抜き打ちで小テストが行われる。小テストが来た時は、本気でビビった。そして、もうここで悪いことが終わると思っていた。だが、現実はそう甘くなかった。ついさっき、水たまりに突っ込んだ車の水しぶきに当たる。俺は何か悪いことをしたんでしょうか？真面目に過ごしてるつもりなんだけどな。まあ、でも、唯一ラッキーだったこともあった。それは、傘を持ってきていたことだ。朝の時点で、天気予報 30% だったのによく持ってきたと思う。ほんと、雨にも打たれてたら絶望だったよね。と、そんなことを考えていると、前方に一人の女の子の姿を捉えた。普段だったら無視しているのであろう。だが、今回はそうはいかなかった。なぜなら、その女の子は傘を持っていなかった。それも、めちゃめちゃ寒そうに肩を震わしている。はぁ、今日はそういう日なんだろうな。気づくと俺は、声をかけていた。あの、これ使ってください。突然そう言われ、女の子はびっくりしているようだったが。俺は気にせず傘を持たせた。まあ、見知らぬ人に何か渡されたら警戒してしまうだろう。だから、押し付けが一番成功率が高いと思ったのだ。帰ったらあったかくしろよ。俺は女の子に傘を持たせるとそう言い、その場を後にした。まあ、濡れてしまうが。これでいいだろう。今日は散々悪いことがあったが、最後にいいことができた気がする。ただ、女の子からしたらただの恐怖体験になるかもしれないけど。まあ、いいのだ。今の俺は気分がいい。俺は雨の中、ルンルンでスキップをしながらキロをたどるのだった。じりじりと、太陽が俺の顔を焼いてくる。もうすぐ春が終わろうとするこの日、俺は教室で一人また掃除をやらされていた。いや違う。今回は他にもいた気がする。そう、そいつは。ミトハ、お前も大概お人よしだよな。そう、この黄色い髪の少女、マリサである。こいつは去年からの付き合いで、何かと話す機会が多い。というか、お人よしってなんだよ。別に仕事もらったからやってるだけだっていうのに。マリサさ、お前だって一緒にやってるんだから俺に言えたことじゃないだろ。いいや、私は違うね。だってお前、何も考えずにこの仕事引き受けただろ？そうだけど。お前は違うっていうのか？当たり前だろ。私ぐらいになると、他人からの見え方を真面目に考えなきゃいけないからな。まあ、それもそうだな。そう俺が納得するのには理由がある。まあ、なんてったってこいつはモテる。それも、男子からも女子からもモテる。まあ、隣で見ていて腹が立つほどにモテる。それも本人はその状況が嫌じゃないようで、人気を保つためこういうことに積極的に取り組んでいた。まあ、理由はなんであれ、お前のそのひたむきな努力はすごいよな。おいおい、そんなこと言うなよな。照れるじゃねえか。いやほんとすごいと思うよ。まあ、隣で告られまくるのには腹が立つけど。はは、そうせがむなせがむな。寝ちゃうぜー。と、そんな風に話していると、教室の扉を叩く音がした。その音を聞くやいなや、お互いに人が変わったように掃除をし始める。うん。相変わらずだが、お互いこういうところは気が合うと思う。そして、人が入ってくるのを待っているのだがなかなか入ってこない。なので、俺とマリサはこそっとコンタクトを取る。なあ、これって先生じゃない気がするんだけど。どう思うよ。多分、そうだと思う。てか、なんなら私たちの方から行くべきなんじゃねえか？え、まあ、そうか。じゃあ、行くか？お前に任せた。え、は、ちょ。そう言われ反論しようとするが、マリサに押され扉の前まで来てしまったので、俺が行くほかなくなってしまった。マリサ、覚えておけよ。そうくらい覚悟を決めたところで、そーっと扉を開ける。するとそこには、傘を持った一人の女の子が立っていた。ミトハさんって方いらっしゃいます？突然自分の名前を呼ばれ固まる俺を、女の子はじっと見つめてくる。いや、どうした？俺なんかしたか？そんな疑問が頭を埋めるが、とりあえずは質問に答えるのが先決だと思った。俺がミトハですけど。そう答えると、少女は突然顔を真っ赤にした。上がり症なのだろうか？まあ、疑問は尽きないが、とりあえず俺は女の子の目的を確認することにした。それで、何の用事ですかね？そう聞くと、女の子は傘を差し出してきた。その、この前、傘を貸してもらったので、返しに来ました。そう言われ、頭の中を探る。女の子に、傘を貸した？と、そこでようやく俺は思い出した。ああ、あの時の子か。それを思い出すのと同時に、すごく驚いていた。てか、よく俺だってわかったね。名前、名乗ってなかったのに。その、いろんな人に聞いて、ミトハさんだってわかりました。それを聞いて、俺は素直にすごいなと思った。いくら傘を返すためといえ、そこまでしてくれるとは。
てか、傘なんて返ってこないものだと思っていたし。と、急に後ろから肩を叩かれた。おいおい、ミトハ。まさか、彼女か？いや、お前じゃあるまいし。私だって、彼氏彼女を作ったことなんてほぼないぞ。まあ、それもそうだな。と、立ち話をするのが悪いと感じたのか、マリサが女の子に声をかけていた。なあお前、今、時間あるか？はい、ありますよ。そかそか。じゃあ、ちょっと教室入って一緒に喋ろうぜ。その。そう言いながら、こちらに助け舟を求めるかのごとくチラチラと見てくる。一緒に喋りたい？そう聞くと女の子は目を輝かせ、コクコクとうなずいていた。多分、マリサと喋りたかったんだろうな。まあでも、一人だと緊張しちゃうから俺にもいてほしかったのだろう。まあ、いつものことだからいいんだけどな。というわけで、俺たちは教室に入っていった。教室に入り、椅子に座るとすぐにマリサが話し始めた。まあなんだ、こうやって入ってきてもらったのはいいが、お互いの名前がわからなかったら喋りにくい。というわけで、最初に自己紹介をしようぜ。俺たちはそれを聞いて、目をパチクリとさせた。いや突然すぎるだろ。まあでも、反対というわけではない。確かに名前を知らないというのは不便である。女の子もそう思ったのか、マリサの方を見た。それをゼと見たらしいマリサは、早速自己紹介を始めた。私は、キリサメマリサ。まあ、見ての通りこいつの友達でクラスも一緒だ。仲良くしてくれると嬉しい。そう手短に済まされた後、次行けよと言わんばかりの視線がマリサから迫ってきた。じゃあ、次は俺がやるな。両方知ってると思うけど、俺はリンネミトハ。さっきマリサが言ったようにこいつとは友達だ。まあ、よろしくな。そう女の子の方を見ながら言う。すると女の子は緊張していたのか、固まっていた。だが、やらないとという意思はあるのだろう。少し経った後声を発した。私はタタラコが去っています。先輩たちと違って、1年生です。未熟者ですが、仲良くしてもらえると嬉しいです。言い終わるとほっとしたのか、小笠は椅子に座って息をついていた。というか、タタラコが去ってどこかで聞いたことがある気がするんだけど。と、俺がそんなことを感じていると、マリサが声を上げた。あ、お前、あの噂の1年か。そうなのか？そう聞くと、マリサは興奮しながらマッチ立てる。お前も聞いたことあるんじゃねえか？一年にめちゃ可愛い子が入ってきたって。ああ、あるな。って、いやマジか。めちゃびっくりしたわ。確かに、言われればそんな気もする。最初見た時から、可愛い子やなーってのは思ってた。うん、すげえほど可愛いなーって思ってた。けど、噂の子だとは思わなかった。と、話についていけてないのか、小笠が首をかしげている。何か噂でもあるんですか？いや、噂も何も。小笠ってすごい有名人だぜ。え、なんでですか？いや、可愛い子が来たってすごい噂になってんだよ。私が可愛い？いや、そんなことありえませんって。そう言いながら俺の方を見てくる。なんか、少し期待をしたような、それでいて否定して欲しそうな目をしていた。俺にどうしろと。まあ、正直に答えるべきだろう。マリサの言ってることは正しいよ。実際、俺も可愛いと思うし。そう言うと、小笠は顔を真っ赤にしていた。そして、マリサからは。お前って無意識に人たらしだよな。マジで。と、そう言われた。正直、理由は全くわからなかった。別に変なことは言ってないはずだしな。そしてその後は、マリサに小笠と出会った経緯などを話させられる羽目になり、終わった頃には、下校時間ギリギリだった。学校を出て帰り道、俺は小笠と一緒に歩いて帰っていた。すいません。まさか、送られる形になっちゃうなんて。いやいや、帰り道一緒なんだしさ、どうせ俺暇だし気にしなくていいよ。そう言うと、小笠は嬉しそうに笑っていた。ふふ、なら、そうさせてもらいますね。すると小笠はテンションが上がってるのか、次々と俺に声をかけてくる。そういや先輩って、何か部活とか入ってたりするんですか？いや、入ってないけど。小笠は入ってるの？裁縫部に入ってますよ。まあ、月1でしか活動してないんですけどね。へえ、裁縫とか得意なの？あ、まあ、普通の人よりはできると思いますよ。昔から好きで編んでたりとかしてましたし。すごいな。そういう先輩こそ、趣味とかないんですか？俺か。いや、ないな。あ、でも、強いて言うなら読書とかかもしれん。あ、私もラノベなら読みますよ。お、マジで？俺も結構読むよ。え、ほんとですか？いつかおすすめとか紹介してくださいよ。と、そう言われ俺はびっくりする。え、今の文章の意味をそのまま取るならさ。また、会いたいってことだよね。まあ、勘違いって可能性が高い気がするけど。するとずっと黙ってたからか、不安そうに小笠が覗き込んでくる。先輩、大丈夫ですか？あ、うん。ちょっと考え事しちゃっててさ。
そう言うと、古賀さんは安心したように笑っていた。もう、何考えてたんです？よかったら相談乗りますよ。ああ、じゃあ、乗ってもらおうかな。古賀さんも乗ってくるとは思ってなかったのか、びっくりしていた。まあでも、古賀さんのことだしな。古賀さんに聞くのが一番であろう。そのさ、さっき言ってたラノベ紹介してくださいってどういう意味なのかなって考えてたんだよ。それはどういうことですか？古賀さんはピンときていないようなので説明を挟む。直訳で取っていいのか、それとも言葉のあやなのかどっちなのかってことなんだけど。ちなみに、直訳で取ったらどういう意味になるんですか？そう聞かれ、正直恥ずかしくなったが。まあ、答えてあげるべきだろう。その、また、会いたいですって意味になると思うんだよね。そういうと古賀さんは顔を真っ赤にした。めっちゃあわあわしている。しかし少し経つと落ち着いてきたのか、俺の方を見てきた。その、まあ、先輩と喋るの楽しかったですし、また話したいなって思ってますよ。ダメ、ですか？そんなことを上目遣いで聞いてくる。まあ、ノーという理由が俺にはマジでない。てか、喋ってて楽しかったのは、俺もそうだし。だから俺は、いいよ。また喋ろうぜ。と、笑顔で返すのだった。ふわー。眠いなー。翌日、いつものように家を出た俺は、学校へと向かっていた。それにしても眠い。まあ、というのも、昨日夜遅くまでラノベを読んでいたのである。古賀さんとラノベの話をしたからかわからないが、無性に読みたくなったのだ。まあ、人と話すと気分になっちゃうよな。みんなもそういうことない？人と話してたら、それしたくなっちゃうこと。俺はあると思うんだよね。と、突然、後ろから声がかかる。誰だろうと思い後ろを振り返ると、そこには古賀さんがいた。先輩、おはようございます。あ、うん、おはよう。挨拶されたので反射で返してしまったけど。何事だ？いや、うん。昨日話したのはわかる。まあ、傘返しに来てくれてたんだもんな。でもさ、今日も話しかけてきたら、それは自発的じゃん。俺にそんなことがありえるのか？古賀さんの方をちらっと見ると、ニコッと笑ってこっちに返してくれた。どうしました？何か悩んでるみたいですけど。いや、まあ、そうだね。その、この不可解な状況がなぜ起こったのかっていうのを考察してたんだよ。なんかテンパってすごく変な言葉の羅列になってしまった。だが、別に古賀さんは気にしていない様子だった。あはは、先輩も大変なんですね。まあ、協力できることあったら何でも言ってくださいよ。ならマジで、どうして話しかけてきたのか教えてほしい。まあ、そんな失礼なことを聞く勇気なんてないのだけれども。と、そんな時、ある一つの天才的な回答が頭に浮かんだ。もしかして、俺を通して、マリサとの関係を深めていきたいという魂胆だな。ふっふっふ。さすが俺、よくやられるから、最近はやっと分かってきたぜ。なんか多いんだよね。俺を通して仲良くしようとする人。まあ俺って、すごくモブっぽいもんな。そりゃ話しかけやすいか。はぁ、なんか考えてて悲しくなってきた。と、そんな時、古賀さんが突然話しかけてきた。そういえば、先輩っていつもこの時間に投稿してるんですか？あ、うん、そうだけど。どうかした？いえ、少し気になったんですよ。そっか。そして、と気になったことを古賀さんに尋ねてみる。そういう古賀さんはいつもどのくらいの時間に投稿してるの？そう、この質問をされて思ったのが、古賀さんをこの時間に見たことない気がするということだった。普通投稿時間って変えないじゃん。で、この時間に見たことないってなると、いつなんだろうなって少し思ったのである。そうですね、この時間より若干遅めですかね。あ、そうなんだ。え、じゃあ今日はどうして早くしたの？いや、まあそれは、と、なぜか口ごもる古賀さん。まあ、言いたくないことなのだろう。いいよいいよ、別に無理に言うことはないしね。そう言うと、古賀さんは嬉しそうに微笑んでいた。ふふ、ありがとうございます。やっぱり先輩は優しいですね。そうかな？ただ当たり前のことをしただけなのだが。まあ、わからないのであれば、そのままでいいんじゃないですかね。そういう先輩が私はかっこいいと思いますし。なんか言った？最後の方が聞き取れなかったので古賀さんに尋ねると、古賀さんは笑って、ふふ、何も言ってませんよ、と、その言葉だけを残すのだった。ふふ、一人お弁当を食べながら、口元をほころばす。そう、今日、朝先輩と話したのである。まあ、なんと運のいいことか、少し時間をずらしたら先輩と出会えてしまえたのだ。いやー、これは、明日からも時間ずらすの確定ですなー。と、そんなことを考えていると、私の友達が声をかけてきた。もう、まあ、あた、にやけてるわよ。いやー、別ににやけてないけど。嘘だ、先輩のこと考えてたでしょ。ギグ、そんなことないよ。いや、めちゃめちゃ片言になってるから。そう言われ、すごく顔が熱くなっているのを感じた。ふう、
友達にバレるって。いいことないよね。というか、そう。この子は私の大親友、の早苗である。昔から家が近くて、よく一緒に遊んでいるのです。で、なんで早苗が私の恋について知っているかというと。でも、ほんとすごいと思うよ。よく見つけられたよね。いやまあ、あれは早苗の力あってこそというか。そう。早苗と一緒に先輩のことを探したからなのである。まあ、この早苗という子、とにかく人脈が広いのです。まあ、万年ぼっちの私とは比べ物にならないほどに。でまあ、協力してもらうということは、相手が誰かというのを当然知ってるわけで。ふふ。そういや、先輩とはお話できたの？うん。そかそか。ふふ。それはよかったよ。と、こんな感じでからかってくるのだ。いやまあ、早苗的にはすごく心配とかしてくれてるんだろうけどさ。まあ、こっちにとっては恥ずかしくて仕方がないよね。それもこれ、無自覚なのが余計厄介なんだよ。いや、今日もご飯が美味しいな。ふう、早苗のそういうとこ、見習いたいよね。うん、どうかした？いや別に、ご飯が美味しいなって思っただけだよ。だよねー、ほんと美味しいわ。あ、そうだ、今日の放課後さ、カラオケにでも寄ってかない？え？まあ、いいけど。ふふ、前手伝ったんだし、めちゃくちゃ付き合ってもらうからね。と、こんな風にいつものように話しているうちに、昼休みは終わっていくのだった。よー、ミトハ、暇か？授業が終わって早々、マリサが声をかけてくる。お前、元気だよな。まあな、それこそ私って感じだろ。それはそう。って、そんなことはどうでもいいんだよ。お前、この後暇か？ふう、なんで俺らはいつも、こう話がそれるのだろう。というか、さっきまで話してたのに忘れてたわ。てか、今日ってなんか用事あったっけ？なぁ。今日は何もすることないわ。お、まあ、そうだろうとは思ってたけど。それは失礼じゃね？まあ、毎日暇を極めてはいるけど。で、マリサはどうやら遊びに行きたかったらしく、俺を誘いに来たらしい。そして、遊びに向かう道すがら、俺はふと気になったことを尋ねてみた。てかさ、お前って俺以外の友達いるの？失礼な。こう見えても結構いるんだぞ。あ、そうなのね。失礼しました。まあ、あの人気ぶりなら友達など山ほどいるのだろう。あ、でも、遊びに行けるような友達はお前以外だと。片手にも満たないかもな。いやマジか？めちゃくちゃ衝撃的だった。このマリサに友達が少ない、だと？まあ、理由はお察しなんだけどな。その言葉を聞いて、俺は理解する。まあ、好きな奴相手に遊びを誘える人間などごく少数だろう。特に、ここまでの人気者ともなると。だからな、私が恋人の一つでも作れば、友達も増えると思うぜ。きっと。まあ、だろうな。でも、作る気はないんだろ？まあな。でも、いつかは作る日が来るんだろうけどな。あいつともう一回出会って。私は、最後の方は聞こえなかったけど。まあ、いずれは欲しいということなのだろう。まあ、だよな。あれだけ告白されてや、好きなタイプにいずれ出会うだろうし。てかもしかして、もう出会ってるとか？と、そんなことを考えているうちに、目的地であるカラオケへと着いたようだった。いやー、いつも思うんだけどさ、カラオケ以外の選択肢はないのか？なんか、マリサと遊びに行くといつでもカラオケに行っている気がする。ないね。遊びに行くならカラオケ。やっぱこれが一番だろ。てか、お前だってカラオケ好きだろ？いやまあ、そうなんだけど。まあ、俺もマリサも歌うの好きだしな。よっしゃー。じゃあ、行くか。と、マリサが向かおうとしたところで、突然足を止めた。どうしたのだろうとマリサを見ていると、少し奥の方を指さしていた。なあ、ミトハ。あの子ってさ。え？マジ？そう。そこには、小笠がいた。どうやら、友達と来ているらしい。なあ、ミトハ。ここで会ったのも何かの縁だと思わないか？突然そんなことを言ってくるマリサ。俺は嫌な予感がして彼女の方を見ると、ニヤニヤとしていた。な、お前。まさか。そう言うと、マリサはより一層いたずらっぽい顔になっていって。行くぞー。やっぱりかー。そう俺たちは叫びながら、小笠たちの方へと突っ込んでいくのだった。小笠たちの元へ突っ込んでいくと、案の定、目をパチクリとさせていた。そして、小笠は俺たちに声をかけてきた。先輩方？昨日ぶりだな、小笠。いやまあそうなんですけど。一体何事ですか？そう小笠は俺たちに尋ねてくる。まあ、当たり前っちゃ当たり前だろう。初見でこれされたら俺でもわけわからんし。というわけで、すかさず俺が説明を入れる。まあ、その、俺たちもカラオケしに来たんだよ。それで、小笠を見つけたからマリサが飛びつきに行ったって感じ。飛びつくとは失礼だな。飛びつくとは。いや一応、事実を言ったはずなのだが。まあ、小笠には俺の言いたいことが伝わったようで、苦笑いを浮かべていた。ああ、なるほどです。よし、
するに、霧雨先輩的にはいつものことってことですかね。まあ、そういうことだ。と、小笠と話していると、突然小笠の隣にいる子が声を発した。お、あなたが噂の水戸葉先輩ですね。そうですけど。というか、別に噂なんてないはず。噂って。なんだ？勘違いとかだと助かるのだが。というか小笠も、すごい子を友達に持っているものだな。そして、俺の否定もお構いなしに小笠の友達は話を続けてくる。いえ、私の中で噂になってるので。あ、そうですか。なんか、なかなかキャラの濃いことであってしまったらしい。まあ、マリサに比べやだいぶマシだけど。お、なんかお前、今、私のことを存外に扱わなかったか？いや知りませんがな。てかなんでこっちの思考を読めてんだよ。まあ、一度マリサは無視して話を進める。一応知ってるらしいけど。俺はリンネミトハって言います。で、こっちの黄色いのがマリサね。すると、マリサが噛みついてきた。おおお、雑に言うな。そしてこちらを人睨みした後、マリサは女の子に向き直った。まあ、こっちのやつから言われた通り、私はマリサだぜ。よろしくな。すると女の子も、自己紹介を返してくる。どうもです。私はコキアサナエって言います。まあその、小笠の大親友にして、大親友です。仲良くしていただけると嬉しいです。ほほう。すごくキャラ濃いな。てか、大親友にして大親友って。どんだけ強調したいんだよ。と、小笠が見かねたのか、軽く補足を付け加えてくれる。まあその、サナエはですね、水戸葉先輩を見つけるときに一緒に探してくれた子なんですよ。まああと、家が近くて昔から結構遊んでたりしてたんですよね。それを聞き、俺とマリサはうなずく。なるほどな。幼馴染ってやつか。まあめっちゃ仲いいみたいだし。すごいよな。そう思いながらマリサの方を見ると、なんか、めっちゃ羨ましそうにしていた。まあ、友達ってのに憧れてるんだろうな。俺ぐらいしかいないらしいし。と、サナエが場を仕切り始める。で、先輩方は、どうされます？どうされますとは？当然の疑問をぶつけると、小笠が答えてくれた。その、私たちと一緒に歌いませんか？ってことだと思います。だよね、サナエ。するとサナエは、満足そうにうなずいていた。なるほどな。まあ、マリサはいいだろうし俺も別にいい。多分あの容姿から見るに、サナエもオッケーということなのだろう。と、しばらく考え込んでいると、小笠の方から声がかかる。あ、いや、別に嫌なら断ってくれてもいいですからね。いや別に、俺たちはいいんだけど。小笠こそいいの？すると、少しそっぽを向きながら小笠はぽつりと言った。その、先輩となら、全然いいですよ。うん、可愛がすぎるね。見ると、マリサもサナエも小笠をぽーっと見ていた。みんなあの可愛さにやられたらしい。と、そんな状態に耐えられなくなったのか、小笠が先に動き出す。もう、みんなしてこっち見てきたら恥ずかしいんですけど。先輩たちもいいみたいですし、さっさと行きますよ。そして、俺たちのカラオケが始まるのだった。カラオケルームに入ると、早速と言わんばかりにマリサとサナエが曲を入れ始める。似た者同士か。そんな風なことを感じていると、小笠も苦笑いを浮かべていた。多分、小笠も同じことを思ったのだろう。サナエの方をチラチラ見ながら恥ずかしそうにしている。こっちも似た者同士か。なんか、勝手に小笠に仲間意識ができてきたところで、マリサが声を上げる。ふっふっ、お前ら、私の歌なんかなかなか聞けないんだから、心して聞くんだな。どうやらマリサが最初に歌うらしい。こいつ、大人げないよな。というか、いやお前、めちゃめちゃカラオケ行ってるじゃねえか。何がなかなか聞けないんだろうか。すると、マリサが反論してくる。いや、お前、私カラオケ行くには行くけど、大体お前とだからな。え、そうなんですか？めちゃめちゃ遊んでるイメージがあるんですけど。いや別に、全く遊んでねえんだよな。そうマリサが言ったからか、俺の方へと確認の視線が飛んでくる。なんか最近、こういう立ち回り多いな。まあ、黙っててもしょうがないので答えることにする。そうだね。マリサって全くと言っていいほどに遊んでないんだよ。まあ、俺とはちょくちょく行くんだけどね。そう言われ、サナエだけでなく小笠もポカーンとしていた。まあ、小笠も知らないからな。と、突然、サナエが立ち上がってマリサの方に詰め寄る。何事だろうと様子を見ていると、サナエはすごく興奮しているようだった。そして、もしかして、もう好きな人いるとかですか？そうマリサは言われ、一瞬慌てているように見えた。が、すぐに収まった。そして、あはは、いると言いたいところだが、残念ながらいないんだよな。じぇ、そうなんですか。するとマリサは空気を変えたかったのか、俺と小笠に提案してくる。そういやお前ら、まだ曲決まってないんだし。先に飲み物でも取りに行ってきたらどうだ？お、じゃあそうさせてもらおうかな。
まあ、マリサとサナエを二人にするというのもどうかとは思うが。マリサからのお願いだ。何か狙いがあるのだろう。そして俺が立ち上がると、古賀さんも立ち上がってついてきた。では、先に取ってきますね。そして二人一緒に、飲み物を取りに行くのだった。外に出ると、古賀さんがすぐに声をかけてきた。その、霧雨先輩大丈夫ですかね？どういうこと？そう俺が古賀さんに尋ねると、説明してくれる。いやほら、サナエと二人きりにしちゃったじゃないですか。ああ、なるほどね。まあ、現にさっき俺もそれ思ったしな。でも、きっと大丈夫だと思うよ。え、そうなんですか？うん。だって、あいつはすごく考えてるやつだからね。そう言うと、少しは安心したのか笑顔が戻ってきた。ミトハ先輩がそう言うのであれば、納得しときます。まあ、それがいいと思うよ。結構、あいつのことはわかってるつもりだし。と、そんなことを話しているうちに、ドリンクバーの前までやってきていた。なんか遠くね？すると突然、隣から声がかかる。ミトハ先輩。どうかした？何事だろうと思っていると、古賀さんは少し間を置いてから話し始める。その、さっき、サナエが霧雨先輩に好きな人いるのか聞いてたじゃないですか。あ、うん。そうだね。それで、その、ミトハ先輩は、彼女とか、好きな人とかいるのかなって思いまして。どうなん、ですか？なになに？突然どうして、俺はそんなことを聞かれてるんだ？いやまあ、言うわけなんてないんだけれども。これはどう答えるのが正解なんだ？頼むー。誰か教えてくれー。とかまあ、祈っても何も起こるはずないよね。というわけで、もう、普通に答えることにした。そうだね。まあ、いないよ。そう言うと、なんか古賀さんは嬉しそうにしていた。え？なぜ？まあ理由はわからないが、どうやら正解の答えだったようだ。それを選べただけでもよしとしておこう。というか、空気がだいぶどうにかなってしまったので、古賀さんに話を振る。ところで、古賀さんはジュース何にするんだ？あ、そうですねー。リンゴジュースとかにしようかなと。お、いいねー。リンゴジュース俺も好きだし。あ、そうなんですね。一緒じゃないですか。ほんとにね。じゃあ、今日は俺もリンゴにしようかな。ふふ、お揃いですね。そうだな。そして俺たちは部屋へと戻り、カラオケを楽しむのだった。そして、時間も20時を回り、カラオケはお開きとなった。いやー、楽しかったですねー。本当に。久しぶりに目いっぱい歌ったわー。そういう二人を横目に思う。こいつらはやばい。いやまあ、歌唱力もさながらなのだが。選曲がすごい。なんか、どこで聴いた？みたいな曲を普通に歌ってくるのだ。いやまあ、仲いい奴らで行くならわかるけども。初対面相手にやるのは本当にすごいと思う。これが、イント用の魚。と、突然、マリサに話題を振られた。てか、ミトハ。お前ら、ちょっと仲良くなったか？俺と古賀さんがってこと？そうそう。何か変わったのだろうか。わからん。いや別に、変わらないと思うけど。なあ、古賀さん。そう古賀さんに答えを求めてみる。はい。私もそう思いますけど。なんか変わってます？やはり同じ意見のようだった。するとマリサは、意見をコロッと変えてきた。いや、お前らがそう言うならそうなのかもしれねえな。しかし、どこか納得がいっていないのか、マリサは少し首をかしげていた。実際、マジで変わった気がしていないんだが。まあでも、マリサの目は確かなことが多いし、少しは仲良くなったのかもしれない。というか、お前らこそ、仲良くなったんじゃねえか？なんか、部屋に戻ってからというもの、マリサとサナエの仲がすごく良くなっていた。まあ、あえてここまで聞かなかったんだが。いやー、そうなんだよ、な、サナエ。はい。めちゃめちゃ話が合うんですよねー。で、気づいたら仲良くなってました。あはは。なんか、すごくぽいね。いやほんとそれな。なんか、この二人だからこそ許されるような回答をしていた。絶対、俺にはない感覚なんだろうな。と、そんなこんなで話は膨らんでいき、結局、30分も話しながら帰ることになったのだった。それで、なんでお前らがここにいるわけ？古賀さんたちと遊びに行ってからあっという間に時間が経ち、気づけば期末テストが近づいていた。で、現在、なぜか俺の前にポンコツ 1&2 号が正座していた。別に、俺が勉強得意じゃないっていつも言ってるはずだよな。なあ、ポンコツ1号？そう、1号こと、マリサに問いかけると、マリサはひどくショックを受けた様子だった。な、この私をポンコツ扱いだと？いつも欠点スレスレのやつが何を言う。ぐ。言い返せない。マリサ先輩。そこで諦めたらダメですよ。いや、お前こそなぜ俺の元に来る。
ポンコツ2号よ。マリサが来るのはいつものことだから、まあ、わかってた。だけど、なぜか今回はサナエも来ていた。な、私をポンコツ扱いするんですか？その流れさっきも見たんだけど。というか、まあ、マリサの隣にいる時点で。そうかなって。お前、それは私に失礼じゃね？そういうマリサの言葉を無視し、とりあえずサナエを問い詰める。なあサナエ。小笠に頼めばいいんじゃないか？それができたらそうしてますよ。え？無理なのか？あいつ、確か頭いいはずなんだけどな。そのですね。いつも頼んでたら断られまして。ああ。なるほど。そういや、普段、テストとか体操興味ない俺はどうでもよかったけど。普通のやつって勉強したいんだろうね。特に、小笠みたいな秀才タイプならなおさらだろう。まあ、それでですね、途方に暮れてる私の元に一本の連絡が入りまして。連絡？そうなんですよ。で、水戸葉先輩が頭いいって聞いたんで。来ました。ほうほう。なるほどねー。そう言いながら俺は犯人であろう人物の方を向く。すると、犯人はすっと目をそらした。やっぱりお前かよ。いやー、同志がいるって聞いたからよ。ちょっと連絡しちゃったぜ。デヘペロじゃないんだが。すいませんでしたー。そう言って、マリサは見事な土下座をかました。まあ、別に俺はテスト真面目に取り組む気はないから教えるのはいいんだけど。ただ、二人同時に面倒見るのはさすがにきついよ。いくら時間に余裕があるからといって、二人を相手にするのは難しい気がした。まあ、そもそもこいつらを二人相手取ることが、すでに無理の領域かもしれないけども。むう、さすがに無理か。せめてあともう一人いてくれたら。そうですねー。あともう一人いたらいいんですけど。と、そんなことを二人が言っている中、俺がふと廊下の方に目を向けると、見知った顔がそこにはいた。なので、とりあえず手招きをしてクラスの中に来てもらうことにした。よ、小笠さ、どうしたんだ？そう聞くと、急に改まった態度になっていって。その、迷惑をかけてしまって申し訳ありません。え？どうしたんだ？いや、その、サナエがまさかここに来るなんて思ってなくて。申し訳ないなと思いまして。あーね。ま、そのことなら大丈夫だよ。そう俺が言うが、小笠は本当に申し訳なさそうにしていた。なあ二人とも、小笠の謙虚さを少し分けてもらったらどうだ？いやいや、私は謙虚だぞ。そうですそうです。私だって、謙虚ですから。謙虚じゃないのは、マリサ先輩の方ですよ。え？と、そこで二人が仲良く喧嘩をし始めたのを見つつ、小笠に声をかける。それでなんだが、小笠はどうしてここに来たんだ？え？あ、サナエを回収しに来たんですよ。あ、そうだったのか。でも、連れ帰ってどうするんだ？まあ、勉強させようかなと。そかそか。でも、サナエからはお前が断ったって聞いてるんだけど。違うのか？そう、俺には、サナエが嘘をついているようには見えなかった。というか、嘘をつくような性格じゃないと思うしな。まあ、そう言ったのは間違いないです。え？じゃあ、なんで教えようかなって思ったんだ？そのですね。ちょっと今回はショック療法的なことをやろうかなと思ってたんですよ。というと？その、私が助けなかったら、サナエも自主的に勉強するかなって。ああね。なるほど。つまりは、一人でもやっていけるようにするための、いわば心を鬼にするって状態にしたわけということなのだろう。ま、でも、その結果がこんな状態だから教えることにしたっていう。小笠も大変だな。先輩もですけどね。そう言って、二人でため息をつく。そんな時、俺はふといいことを思いついたので小笠に持ちかけてみる。なあ小笠、ちなみにお前はいつもどれくらいの順位なんだ？え、そうですね。5とか6とかくらいですかね。あ、だいぶ高いのね。すごくね。いえ、まだまだ上には上がいますからね。すごい上昇志向だな。ちなみに、そういう先輩はどれくらいなんですか？うん、ああ、ま、10とかそれくらいだけど。先輩もめちゃくちゃすごいじゃないですか。いや、お前の方が高いんだし。勉強、してないんですもんね。な、どこでそれを知った？まさかの小笠にそのことを知られていて驚きが隠せないでいた。マリサ先輩からですよ。え、お前ら、直接連絡取るほどまで仲良くなってたの？そう俺が尋ねると、突如小笠が慌て始めた。なんかあるのか？いや、その、ちょっとしたことを相談するときにですね。お世話になったんですよ。ま、あいつは結構何でも知ってるからな。いいんじゃね？本当に何でも知ってますからね。というか、そんなことはどうでもいいんですよ。突然、どうして私に順位なんて聞いてきたんですか？うん？ああ、そうだったわ。本題忘れるところだった。そして、俺は何の気もなくその言葉を言った。小笠さ、よかったら俺の家に勉強しに来ないか？
すると、なぜか一瞬クラスの方にどよめきが走った気がした。そして、古賀佐藤人はというと。え？先輩の家に、ですか？なんかだいぶ戸惑っていた。その、マリサと勉強する時が結構あってさ、その時によかったらサナエとかと一緒にどうかな？と思ってな。一人で教えるより、二人で教えた方が楽だろ。そういうと古賀佐は納得したようにうなずき、落ち着きを取り戻した。何かと勘違いしてたのか？あ、そうですね。はい。本当に行ってもいいんですか？別にいいけど。じゃあ、行きます。そかそか。じゃあ、そうだな。そう俺は言いながら、ポケットの方を漁る。そして、スマホを取り出した。よかったらさ、連絡先交換しといてほしいんだけど。いい？え？いいんですか？別に俺は構わないけど。嫌なら断ってくれていいからな。いえ、そんなことはないですよ。じゃあ、これが連絡先です。なんか一瞬古賀佐が固まったようにも見えたが、どうやら交換してくれるようだ。でもさ、連絡先交換ってちょっと考えることが多いよな。相手が嫌じゃないかとか考えなきゃいけないし。特に後輩相手とかだと、無理してでももらってくれるやつとかいるからな。そう思いながら古賀佐の方を見る。すっごい笑顔だった。じゃあ、あれですか？私が行ける日とか送ったらいい感じですかね？うん。そうしてもらえると助かる。あと、そして、俺は一応古賀佐に言っておきたかったことを伝えておく。先輩とかだからって、変に気を使わなくて大丈夫だからな。ま、話したいことがあったら、いつでも気軽に連絡してくれよ。そう言うと、古賀佐は一瞬目を輝かせ。少し嬉しそうな様子で話し出した。じゃあ、そうさせてもらいますね。うん、そうしてくれ。結構俺暇だから。そう言うと、古賀佐は少しおかしそうに笑っていた。そして、昼休み終了のチャイムが鳴って、古賀佐と早苗は帰っていった。すると、マリサが不安そうにこちらに声をかけてくる。なあ、ミトハ。結局、お前は教えてくれるのか？まあ、いつもお世話になってるし、教えてやるよ。よっしゃ。さすがミトハはわかってるな。あ、でも今回は、多分、サナエたちも来るけどいいか？おう、別に問題ないぜ。そっか。じゃあ、また週末にでも俺の家来いよな。悪いな。そうさせてもらう。そうして、週末に勉強会が決まるのだった。どうしよっかな。そうつぶやきながら、私は家で一人小さな画面とにらめっこしていた。まあ、というのも、先輩に、どう連絡していいものかすごく悩ましいのだ。だってさ、変に思われたくないし。でもな、サナエに頼るっていうのも、役に立たなそうなんだよね。いつもこういう時にはサナエに頼ったりしているんだけど。これに関して言えば、全くと言っていいほど頼りにならなそう。終始からかわれる未来しか見えないし。それに、先輩への連絡は、自分の力だけでしたい。そう、私が好きな先輩にだからこそ、自分の言葉だけでなんとかしたかった。もっと仲良くなりたいし、それに、私のこと、もっと知ってほしいし、顔が熱くなっていくのを感じる。だから、誰もいない部屋の中で思わずツッコミを入れる。ごほん？そんなことはどうでもいいんだよ。なんて送ろっかな。ただ日程を送ろうと思ってるだけなのに、どうしてこんなにも悩んでしまうのか。それだけ、好きになっちゃったということなのだろう。こんな気持ち、初めてだし。と、そんなことを思っていると、携帯が誰かの通知を伝えてくれる。え？先輩の方からメッセージをくれたの？そう。その相手は、今まさに考えていた先輩のことだった。絶対に先輩の方から連絡が来ることはないと思っていたのに。そう思いつつ、急いで送られてきたメッセージを見る。これからよろしく、か。ふふ。多分、ああ見えても先輩も悩んでいたのだろう。思わず、笑顔がこぼれる。私と似たような気持ちなのかな。まあ、先輩に恋愛感情なんてないんだろうけど。ふふ。また、思わず笑みをこぼしてしまう。そして、すっと胸が軽くなるような気がした。よし、送ろっかな。そう言って、私は先輩へと連絡を送った。もっと、いろいろなことを話したいな。そんなことを漏らしつつ、カーテンを開け窓の外を見ると、空には月が出ていた。そして、それを見ながらぽつりとつぶやく。いつか、絶対に。私を好きにしてみせますからね。ああ、勉強だるい。家で、一人勉強をしながらため息をつく。今日は4人よ週末。いつもなら遊びほうけている時間だ。ただ、今日に関して言えば全く逆。苦痛でしかない時間が広がっていた。なんで、テストなんてものがあるんだ。誰か聞いてほしいんだけどさ。テストなんていらなくない？先生たちはみんな口を揃えて、入試のためだからとか言うけどさ。ぶっちゃけ、定期テストなんて大した勉強にならないでしょ。
ほぼほぼ暗記ゲーだし。と、そんなことを考えている間にマリサが来たらしい。お邪魔するぜ。よう、勉強は大丈夫そうか？大丈夫だと思うか？思わん。早すぎだろ。そう言いながら、マリサは部屋の方に入ってきて座った。マリサももう慣れたものだな。今や、我が家のように振る舞ってんじゃないか？これ。てか、そうだ。お前今日、サナエたち呼んでるか？お、よくわかったな。今日は呼んでるし、サナエも来るぞ。うん？その言い方的に明日は来ないのか？そうらしいわ。というのも、どうやらサナエが勉強に行きたくないとダダをこねたらしく、サナエが来るのは今日だけとなっていた。てか、なんで今日だと思ったんだ？うん？ああ、それはな。お、やっと来たか。え？何その反応？なんかマリサの言い方が若干気になったが、あえてスルーしてドアの方へと行くと、そこには小笠がいた。お、よく来たな、小笠。お邪魔します。うん？これは、緊張してるのか？めっちゃガチガチに固まってんだけど。なので、とりあえずはフランクに接してみることにした。ま、狭い部屋だけど、遠慮せず入ってきてな。は、はい。そういうが、やはりだいぶカチコチに固まった状態で部屋へと向かっていく。ま、大丈夫か。いくら緊張していようとも向こうにはマリサいるし、きっと緊張をほぐしてくれるだろう。そして俺も部屋へと戻り、ふと気になったことを尋ねる。なあ小笠。は、はい、なんですか？緊張は解けてないようだった。ただ、そんなことはスルーして話を進める。サナエとは一緒に来なかったのか？そのことなんですけど。ん？なんかあったのか？準備してから行くって言われてて、先に来ちゃったんですよね。ああ、それ、来ないやつじゃね？まあ、そんな気はしてます。だよな。あの様子から考えるに、なんとなくサナエも結構勉強が間に合ってない気がするが。まあ、あと1時間も経ってこなかったら確定黒だと思うので、その時に引っ張ってきましょうかね。そうだな。その頃には、マリサの集中がなくなっている頃だと思うし。じゃあ、とりあえず勉強始めるから、わからないところあったらええよな。はいはい。わからないところがあるんだけど。オッケー。どこか行ってみ。ここの数式がわからなすぎる。うん？ああ、これはな。という感じで勉強会は進んでいき。ふう、ちょっと疲れましたね。気がつくと、もう1時間が経過していた。そうだな。お、もう1時間も経ってたのか。マジで疲れたわ。というか、サナエ来なかったな。そう、この1時間待っていたが、サナエがうちに来ることはなかった。そうですね。やっぱりサボってるのかな。そう小笠が言うのを聞きながら、ふと気になったことを尋ねる。ちなみに、俺はサナエの家知らないんだけど、二人は知ってるのか？私は知ってるぜ。もちろん私も知ってます。その言葉を聞き、少し考える。小笠とマリサを二人にしてやりたい。多分、ここまで小笠が来たのもマリサのためだと思うし。何より、これだけ可愛がってる後輩だ。何か一つぐらいは手を貸してあげるべきだろう。よし、じゃあ、二人で行ってきてくれないか？え？私と小笠でか？うん、そうだけど。なんでお前は一緒に来ないんだ？お前らの作った答案の確認でもしようと思ってな。ま、これは表向きの理由だけども。ああ、そっか。確かにこれだけあれば言ってる間にやる方が効率的か。そうそう。それにほら、特にマリサなんかもうそろそろ集中が切れる頃だろ？だから、気晴らしにどうかなって。実際、今ぐらいに気晴らしに行くのは大事だと思うしな。そして、マリサもそれをわかっているのか、了承してくれるようだった。ああ。じゃあ、小笠、行くか？そうマリサが言うと、こちらをちらりと確認した後小笠も立ち上がった。はい、そうしましょうか。そして、二人はサナエの家へと向かっていった。その様子を見ながら、俺は。よし、あとはもっと二人が仲良くなるのを願うばかりだな。と、つぶやくのだった。さて小笠、久しぶりに二人きりなんだし話したいことがいっぱいあるんだけど。いいか？そう言って、私は小笠に声をかける。久々すぎてどう喋っていいのかわからねえ。あ、いいですよ。何を話します？まあまず聞きたいのは、あれだな。そう言いながら私は頭をフル回転させる。何かないのか。あ、そうだ。朝、お前と出会ったやつ。え？最初からそれについて話すんですか？おう。だって、あれは気になるだろ。そう。これは今日の朝、水戸派の家に着いた時のこと。そこには、おどおどしている小笠がいた。多分なあ、あれ、様子から見るに、10分ぐらいいたと思うんだよな。その、別にいいじゃないですか。というかあれだろ？お前、水戸派のこと好きなんだろ？な。いや、あれだけ好き好きオーラ出してたら気づくだろ。多分、水戸派は気づいてないだろうけど。まあ、そうですよ。
というか、そんなに私、好きって気持ちが前に出てました？おう、そりゃもう。そう言って、私は少しだけ笑う。こいつも大変なんだろうな。気持ちを隠すの。そうなんですね。サナエ以外には誰にもバレてないと思ってたんですけど。というかな、あれ、ミトハ以外なら大概気づくと思うぞ。あいつが鈍感すぎるだけだしな。え、ほんとですか？ほんとほんと。めっちゃ恥ずかしいんですけど。そういう小傘の頭に、私はそっと手を置いて撫でる。まあなあ、片思いって難しいよな。そうですね。特に、相手が鈍感すぎるとな。そう言いながら、少し自分のことと小傘を重ねてしまう。ああ、いかんいかん。今はダメだってのに。もしかして、霧雨先輩にも好きな人が？どう答えるべきなんだろうな。とりあえず、笑っておこうかな。あはは、前も言ったろ？いないって。そういうことにしておきます。やっぱ、同族には伝わるもんなんだな。そうしてもらえると助かるわ。そして、私は小笠へとアドバイスの言葉をかける。なあ、小笠。はい、何ですか？まあその、ミトハを好きにさせたいんだったら。もっと積極的に行くしかないと思うぜ。私が言えたことではないんだけど。そうですよね。まあ、大概あいつは鈍感だからさ。少しのことじゃ気づかないわけよ。そうですね。だから、そうだな。お前らが、もっと接点を持てるようになれればいいんだけど。と、そこまで言って私はいい案を思いつく。なあ、小笠。明日もお前は来るんだろ？ミトハ先輩の家にですか？そうそう。行きますよ。なるほどな。よし、来てくれるのなら。やりようはいくらでもある。どうしてそんなことを聞いてきたんですか？ちょっと気になってな。と、そんなことを話しているうちに、とうとうサナエの家にたどり着いた。よし、ようやくサナエの家だな。そうですね。いやーほんと、大丈夫なんですかね。あの子は。まあまあ、そんな恐ろしい顔してやるなよな。ちょっと私に似てるところあるしな。自分に向けられてるような気分になっちまうだろ。と、そんなことを思っているうちに、小笠がインターホンを鳴らした。だが、あれ？出てきませんね。そうだな。いくらさないといえど、ここまで往生際が悪いとは思わないんだが、あいつ、なんだかんだ根は真面目だからな。そうですね。もしかしてもう出発してるとか？と、お互いにそう言い合っている時に、向こうの方にさないともう一人誰かの影が見えた。どうやら道案内をしているようだ。あ、あの子お人よしだし、喋りやすい空気持ってるから話しかけられたのかな？そうっぽいな。というか、あの人影。あの人影はもしかして。と、そんなことを考えている間にサナエが案内し終わったらしく、こちらの方へと走ってきていた。小笠に、マリサ先輩じゃないですか。どうしたんですか？こんなところで。サナエが来るの遅いから迎えに来たんだよ。そう言うと、サナエの顔が真っ青に染まっていき、気づけば小笠へと命乞いを始めていた。まあまあまあ、落ち着こう。一回。え？でも、このままじゃ小笠にやられちゃうじゃん。いやいやいや。私、そんなに物騒じゃないから。でも、私を迎えに来たってことは、怒ってるんじゃないの？まあ、さっきここに来るまではそうだったよ。ひ、じゃあ、やっぱりダメ。でもね、さっきサナエが誰かを助けてたのを見て、ちょっと許しちゃおうかなって思っちゃったよね。え、じゃあ、いいの？うん、今回は特別だからね。そう言われてサナエは安心したのか、一人ほっと息をついていた。てかさ、私が、事情も聞かないで怒ると思ってるの？いやまあ、勉強会に行ってなかったわけだし。そこに関しては、自分も人助けしながらやましい気持ちがあったというか。まったく、別に、私は事情さえ話してくれれば許すのに。う、ごめん。ふふ、そう言うんだったら、テストでいい点取ってよね。欠点の回避だけは頑張るよ。と、そこで話が一段落ついたようなので、サナエに声をかける。なあ、さっき助けてた人って、お前の知り合いか？いやあ、違いますけど。どうしたんですか？いやな、私の知り合いに似てる気がしてよ。ちょっと気になったんだ。多分あいつは。てか、私が見間違えるはずもないし。ふん、そうなんですね。でも、私だって名前知りませんし、正直教えられることはないですよ。あ、でも、強いて言うなら、めちゃめちゃ可愛い女の子でしたよ。ふん、なるほどな。と、そんなことを話している間に、ミトハの家へと帰ってきていた。よし、もうここからは休憩がないと思った方がいいかもな。え？マジですか？うん、そうだと思うよ。ミトハ先輩の勉強法って、わかりやすいけどすごく量があるんだよ。そうそう、マジでそれは言えてる。まあなあ、あいつの教え方は上手いんだけど、塾並みに問題出してくるからな。う、やっぱり帰りたくなってきた。まあまあまあ、多分、ここで勉強したら今日だけで範囲突破できると思うよ。うわぁ、
それはすごい魅力的な提案だよ。ま、そうだろうな。私も、あいつの進行スピードの速さには目を疑う時があるし。まあ、いつも頭に入ってはいるんだけどな。じゃあ、うん。今日だけは地獄を味わおうかな。うん。その心意気で行くのはすごくいいと思う。よし。じゃあ、入るとするか。そしてその後、特に私とサナエは、水戸派にたっぷりと勉強という名の生き地獄を味わわせられるのだった。どうも、マリサさんだ。今日はな、すごく楽しいことがあるからみんなに話そうと思ってな。言っても、どこの誰にも届かないんだけどさ。まあ、そんなことはいいんだぜ。なあお前ら、恋愛でさ、進展が起きるときっていつだと思う？結構、人それぞれに違いがありそうな質問だよな。でもな、私は確実にこれっていうものがあるんだよ。そう、それは。ふわ、やっぱ疲れてんだな。3人が勉強会に来た翌朝。起きた俺は朝ごはんを作り始めていた。にしても、サナエのやつ飲み込みすげえ良かったよな。なんで成績悪いんだか。昨日、3人の勉強を見ていて思ったのは、みんな飲み込みが良かったということだ。まあ、小笠が勉強できるのは知ってたけども、サナエに触発されたのかマリサの集中力も高かったしな。そして、サナエだよ。あいつ、最初こそ手こずっていたものの後半はすごく解けるようになっていたしな。多分、日々の勉強不足が原因なんだろうな。マジで基礎が終わってたからね。うん。と、そんなことを考えているうちに誰か来たらしい。うん？誰か来た？え？待って待って。そう言って時計を確認する。まだ8時なんですけど。いやあ、さすがにさ。こんな時間から来ることは、ない、よね？というわけで、一旦玄関の方へと向かう。そしてそこには。よう、水戸派、来たぜー。来たぜー、じゃないんだが、マリサがいた。お前、今何時だと思ってるわけ？うん、8時だが。わかってんのかよ。せめてわかってないで欲しかった。じゃあ、あれか？ 8 時とわかった上でわざわざここに来たと。そういうことだな。はぁ、まったく。いやぁ、悪いかな、とは一瞬思ったよ、そや。でもよ、暇だったから来た。行動力高すぎんだろ。まあでも、それだけやる気があるってことなんだろうな。とりあえず家に上がっとけよな。お、サンキューな。でさ、お前、今なんか作ってるのか？うん、ああ、まあな。なるほどなるほど。どうしたんだ？突然そんなこと聞いてきて。いやお前、そりゃ決まってるだろ。私も食べたいなってことだよ。俺の朝ごはんを食べる気かよ。うん、でも、今日のやつって。いやすまんすまん。ジョークだよマリサ。どうした？食べてみたい？うん、まあそりゃ食べてみてえけどよ。なるほどなるほど。今から食べるんだが、一緒にどうだ？え？いいのか？ああ、よく考えたら、今日の料理だいぶ余るやつだったからな。じゃあ、いただこうかな。準備してくるわ。てなわけで、なぜか俺はマリサと一緒にご飯を食べることになるのだった。ご飯を食べ始めてから10分が経った頃、突然、マリサが話し始めた。なあ、そう嫌なんだけどよ。うん？なんだ？もうすぐ夏休みだけどよ、お前今年はどこかに行くのか？ああ、夏休みか。そういや、今めっちゃ夏だったわ。俺たちがテストを受け終わるのが7月初旬。すなわち、テストが終わったらすぐ夏休みに入るということだ。ちなみに、お前はもう予定とか立ててるのか？ああ、まあ、ぼちぼちな。てか、そういうってことは。立ててないんだろ？当たり前なんだよな。だろうな。てか、今年も私と遊んでもらうからな。おう、いいぞ。どうせカラオケだろ？今年は違うかもしれねえじゃねえか。まあな。ま、カラオケだけどな。やっぱそうじゃねえかよ。いつも通りだけども。いやだってさ、一番楽しいじゃん。そうだな。外れることがないからな。それに、お前と普通のとこ遊びに行くっていうのもな。それはそう。いわば、長年付き添った相棒みたいなもんだしな。出会って1年ぐらいしか経ってねえけど。まあ、二人で遊びに行って感動を覚えるとかないのでは？あ、てかさ。お前、小笠と遊びに行ったらどうだ？いきなりだな。突然すぎてびっくりしたんだが。てか、さすがに一緒には遊んでくれないでしょ。いくら一緒に勉強するくらいの仲になったからといって、遊びに行けるとは思えない。ま、そもそもとしてマリサと仲良くなりたいんだろうし、俺なんか眼中にないだろうしな。いやいやいや、誘ったら遊んでくれるかもしれないじゃねえか。さすがに無理じゃね？まあ、お前がそう言うなら別にそれでもいいんだけどよ。なんかそう言って、少しマリサが不機嫌になったように感じた。なんでだ？ま、わからないものはどうしようもないんだけども。それに感じただけだしな。
勘違いかもしれないし。で、結局普通に会話をしながら、残りのご飯を食べ進めるのだった。なあミトハ、ここどうやって解くんだ？うん、どこだ？見せてみ。ご飯を食べ終わって数十分、俺たちは勉強を始めていた。俺は教えてるだけだけど、ま、とりあえず、マリサにでも教えに行くとするか。そう思い、マリサに近づこうとしたとき。チャイムが鳴った。うん？ああ、もうこんな時間になってたのか。小笠か？多分そうじゃねえかな。てなわけで玄関の方へと行くと、そこには案の定いた。こんにちは。おお、よう。ま、上がって待っとってくれや。てか、また緊張している感じだった。うん。昨日で緊張は取れたと思ってたんだけどな。やっぱ一日経つとリセットされるということなのだろうか。そこで俺はふといいことを思いつく。あ、そうだ。小笠さ、なんか好きなお菓子とかある？突然ですね。好きなお菓子でしたっけ？うん。クッキー系とかチョコとかですかね。あーね。オッケー、ありがとな。じゃあ私は部屋に行く感じでいいですかね？おう、先行っててくれ。そう言って、俺は台所へと向かう。まあうん、あれだ。お菓子でも持って行ってたら少しは緊張解けるかなって思ったのよ。実際は、そんな単純なことではないんだろうけど。ま、やっぱ、元気に話してくれる方が楽しいしな。何より、小笠の笑顔が俺は、5本？ま、まあ、探してみるか。ミトハが迎えに行ってから5分、未だに帰ってくる様子がない。さすがに遅すぎじゃねえか？いやまあ、話し込んでるって可能性も考えられるけどさ。それは、あるのか？とかそんなこと考えていると、小笠が部屋へと入ってきた。なあ、小笠。はい、どうしました？あいつ、今何してんだ？え？何してるんですかね？多分反応的に。こりゃ知らねえんだろうな。たくよ、あいつに聞きたいことあったっていうのによ、一生帰ってこねえじゃねえか。あ、そういえば、さっき好きなお菓子聞かれたんですけど、それが関係してるんですかね？絶対それだわ。てか、あいつが好きなお菓子を聞いてきた？そりゃまた珍しいことを。多分、あれか。小笠の緊張を解ければーとか考えてんじゃねえか？あいつばっかじゃねえの？んなもん、小笠の頭でも撫でれば即解決だろうに。まあ、あいつには無理な話だろうけどな。ところで、霧雨先輩は何か好きなお菓子とかあります？うん、そうだな。ポッキーとか？ああ、ポッキー美味しいですよね。私も好きなんですよ。へえ、そうなのか。あ、ところでなんだけどよ。そこで私は、気になったので小笠に質問する。小笠は夏休みの計画とか立ててるのか？え？夏休みですか？あ、一応ありますよ。ふん、そかそか。ちなみに何をやるか教えてもらってもいいか？もちろんいいですよ。そういうも、小笠は何かを考えているようで一呼吸置いていた。王様ゲーム、ですかね。ほう、そりゃすげえな。誰とやってるんだ？え、そうですね。普段は社内から誘ってくるんで、その時にいたメンバーでですかね。へえ、なるほどな。よし、これも後で社内に頼んでおくことにしよう。と、話が一段落済んだところで、ミトハが部屋へと入ってきた。お、だいぶ話が盛り上がってたみたいだな。割って入っちゃったけど、大丈夫だった？おう、こっちも話が区切れたところだったしな。そうか、それはよかったわ。あ、で、これ、休憩時間にでもなったら食べような。そういうミトハの手には、何かが握られていた。ミトハ先輩、何持ってきたんですか？それはな、ポッキーだ。いやマジかよ。うん、そんな反応してどうしたんだ？それがな、さっき小笠とポッキーの話してたんだよ。そうなんですよね。ああ、なるほどな。それでその反応と。ミトハは納得したのか腰を下ろして教科書を開き始めた。じゃまあ、やるか。お、そうだな。で、ここどうやるんだよ。うん、ああ、そういや説明する前に言ったんだっけか。そうそう、さっきからモヤモヤしてんだから早く教えてくれよな。はいはい。てな感じで、勉強会は進んでいくのだった。勉強会を始めてから少し時間が経って、もうすぐ13時を回ろうとしていた。あ、やべ。うん、どうかしたのか？ちょっとした野暮用があるの忘れてたわ。え、大丈夫かよ、それ。全然大丈夫じゃない。ダメじゃねえか。そう言うと、マリサは立ち上がって。てなわけですまんが、ちょっと今日は帰らせてもらうわ。ああ、そうしてくれ。正直、もう勉強の方は大丈夫だろうしな。なんか、今日のマリサはやたらと気合が入っていて、いつもの数倍ぐらいの集中力を見せていた。じゃあな、ミトハ。それに、小笠、頑張れよな。おう、じゃな。はい。というわけでマリサが家から出ていき、小笠と二人きりの状況となった。
それでどうだ、古賀さん。わからないところとかあるか？大丈夫です。その返事を聞いて、俺は古賀さんの回答用紙を確認していく。なあ古賀さん、早速ここ間違ってるんだけど。え？本当ですか？うん。てか、このミスの仕方の感じ。めっちゃケアレスミスっぽいな。結構ぶっ通しで勉強してるからな。もうそろそろ休憩が必要かもな。よし、一旦休憩にするか。あ、そうしますか？おう。てか、よく考えたら昼ご飯とかも食べてないしな。あ、そうですね。集中しすぎて忘れてました。てなわけで、俺は立ち上がって。じゃあ、パパッと料理作ってくるけど。何か嫌いなものとかある？え？せ先輩が料理作るんですか？そんなの申し訳ないですよ。なんなら私が料理作りましょうか？いやいや気にするなって。さっきだって、俺、マリサに作ってるしな。え？ああ、キリサメ先輩にも作ってたんですか。じゃあ、私も食べてもいいよね。うん？うん？なんか言ったか？いえ。じゃあ、料理お願いしてもいいですか？おう、いいぞ。てか、急にオッケー出してきたな。あと、私嫌いなものないので。わかった。じゃあ、作ってくるわ。そして、俺はキッチンへと足を運ぶのだった。先輩は、言ったかな？そう言いながらキッチンの方を確認する。よし、もういないみたいだね。ふう、緊張した。まさかさ、先輩が料理を作ってくれることになるなんて、夢みたいじゃない？というか、少し申し訳ないことをしちゃったよね。いくら先輩の料理が食べたいからといって、先輩に料理を任せるのはな。ダメだよね。いやでもキリサメ先輩も食べてるって言ってたし。だからこそ頼んじゃったんだろうけど。正直ね、キリサメ先輩も食べてるっての聞いて、すごく羨ましかったんだよ。それに、ちょっとだけずるいなと思ったというか。別に、キリサメ先輩はミトハ先輩のこと恋愛対象としては見てないんだろうけどさ。はぁ、こんなことしてたら嫌われちゃうよ。そうつぶやいていると、スマホが揺れた。どうやら誰かからメッセージが来たらしい。この時間に連絡してくる人なんて。さないかな？そう思いスマホを開けると、キリサメ先輩からだった。どういうことだろう。さっきまでここにいたのに。何かやり忘れたことでもあるのだろうか。まあ、いいや。とりあえずなんて送られてるか確認しようと。サナエが普段いる場所ってどこ？って、なるほどねー。サナエを探してたから私に連絡してきたのか。でもあの子ってどこいるかわからないんだよな。あ、でも、今日とかだったら。よし、これで大丈夫かな。というか、サナエに何の用事があるんだろう。ちょっとした野暮用とか言ってたから、家のことかな？とか思ってたんだけど。と、そんなことを考えていると、キッチンの方からいい匂いがし始めた。ふふ、料理楽しみだな。よし、できたな。料理を作ること数分。ようやく料理が完成した。てか、これ大丈夫なのだろうか。マジでいつも通り作ってるから古賀さんの口に合うかが心配すぎるんだが。でも、悩んでても料理が冷めるだけだし、さっさと持っていくのがいいだろう。てなわけで料理を持って部屋へ入ると、古賀さんが嬉しそうにこちらを見ていた。どうした？古賀さん。めっちゃニコニコだけど。え？そんなにニコニコしてますか？おう。まあ、とりあえずご飯食べましょうよ。それもそうだな。てなわけで、俺は机に料理を置き始める。てか、さっきめちゃめちゃ話そらされた気がするんだけど。俺、嫌われてる？いやでも嫌ってたら一緒にご飯は食べないよな。まあ、何かしらの意図があったのだろう。そんなことを考えているうちに、いつの間にか準備が完了していた。よし、じゃあ食べるか。はい、そうですね。いただきます。てなわけで、一口料理を口へと運ぶ。相変わらずの俺の飯だわ。ただ、古賀さんにとってはいつものご飯ではないので、どうだろうと表情を見てみると。めっちゃ満面の笑みだった。先輩、これ、すごく美味しいです。そうか。それならよかったわ。そう言われ、マジでホッとする。いや本当にこれで口合わないとか言われてたら大惨事だったからな。あ、そういえばなんですけど。どうした？先輩って、夏休みの計画とか立ててるんですか？立ててないけど。てかこれ、さっきも同じような話聞いたなぁ。で、突然どうした？いやですね。さっき、キリサメ先輩にこの質問されたからどうなのかなぁ、と思いまして。あ、お前もされてたのか。え？先輩もされてたんですか？おう。だってあいつ、朝からここにいたわけだし。それもそうですね。てか、古賀さんは計画立ててるのか？いえ、まだ時間は結構ありますしね。だよなぁ。そう言って、お互い苦笑する。
多分あれだ。両家とその他では考え方が違うのだ。でも、そこで俺はふとマリサが言っていたことを思い出す。誘ってみたら遊んでくれるかも、か。まあうん、これこそ典型的な両家的思考だと思う。でもよ、もし、これができるのだとしたら。いや、ないか。そう思った時だった。先輩。小笠の方から決意のある声が響いた。あ、あのですね。夏休みに、どこかで遊べたりできないかな？とか思うんですけど。その、遊んでくれませんか？突然のことに、俺はびっくりしていた。いやうん。え、夢か何かですかね？俺と？は、はい、そうです。なるほど。夢ではないらしい。いやほんと突然すぎると気が動転するわ。まあでも、これの答えなんか一つしかないわけで。ああ、いいよ。そう言うと、小笠はめっちゃ嬉しそうにしていた。ちなみにさ、どこ行きたいとか決めてる？あ、いえ、そんなとこまで決めてないですよ。おう、そうか。めっちゃ小笠がテンパっている。かわいすぎない？てか、あれだな。なんだかんだ二人で遊びに行くってのも初めてか？そう言うと、小笠が一瞬固まった。あ、ああ、はい、そうですね。うん、もしかして二人の予定じゃなかったか？その、もしかしてさ。いや、その、先輩が二人きりだと嫌かなと思ってただけなので、その、二人きりでいいならそうしたいというか。あ、ああ、なるほどね。つまりあれか、小笠が気を使ってたのを俺がなしにしたという。ダメな先輩すぎんか？まあでも、小笠も二人きりでいいみたいだしな。ならまあ、結果オーライか。じゃあ、夏休みに二人きりで遊びに行くということで。は、はい。じゃあ、テストが終わったら予定でも立てましょうか。そうだな。そんなことを言いながら、俺たちはご飯を食べ進めるのだった。ご飯を食べ終わった俺たちは、早速勉強を始めていた。あの、先輩、ここってどうやるんですか？うん、見せてみ。ああ、これはな。そう言いながら、俺は回答をノートに作り上げていく。というかね、そのさ、さっきから思ってたんだけど、小笠って別に折れなくてもできるでしょ。いやね、これ、声出したの数十分ぶりなのよ。ずーっと、黙々と勉強やってるわけ。で、こうなるんだけど。どう？わかった？あ、なるほど。そういうことだったんですね。こうやって笑顔を見せてもらえるから俺的にはいいんだけどさ、小笠にメリットなくね？まあ、本人楽しそうだしいいか。いい、すごく調子がいい。私は問題を解きながらそう思う。なんでかわからないけど、今日はいつもよりも集中できてる気がする。さっきもいつもなら無理だと思う問題解けたしね。まあ、多分あれだろう。近くに先輩いるから安心できてるみたいな。そんな状態なのだろう。てか、うん。さっきからずっと思ってるんだけどさ。これって、先輩にメリットないよね。いやね、私は教えてもらったりしてもらってるからいいけどさ。あと、そばにいるだけでも嬉しいし、ご本？まあ、そういう理由があるならまた話は別なんだけど。先輩って、そういうのないよね。だからその、少し申し訳ないというか。まあでもね、先輩が来ていいよって言ってくれたわけだし、私には得しかないから来てるんだけどね。何か、私も先輩にできることがないかな。勉強をリスタートしてからかれこれ時間が経ち、気づけば、あたりは真っ暗になっていた。なので、今俺は小笠を家に送るべく、一緒に小笠の家へと向かっていた。あの、先輩、家近いですし、送ってもらわなくても大丈夫ですよ。まあうん、そうかもしれないけど、一応な、何かあってからでは遅いし。だって、小笠と初めて出会った時びしょ濡れで歩いてたんだよ。そりゃ心配にもなるわ。それに、小笠はめっちゃ可愛いんだし、気をつけとくに越したことはないだろ？うん、まあその、小笠は可愛いと思うのよ。だから、普通の女子よりも狙われやすいんじゃないかなって思うんだよね。まあ、もしも万が一のことがあった時に自分のせいってなったら、悔やんでも悔やみきれんし。てか、さっきから小笠が返事してくれてなくね？そう思い隣を見ると、なんか顔を背けていた。ナチュラルに可愛いっていうのは、ずるいじゃないですか。小笠？は、はい、何ですか？その、大丈夫か？え、何がですか？いやまあ、さっきからなんか反応なかったからさ。あ、大丈夫ですよ。ちょっと考え事しちゃってただけなので、本当は違うけど。そうか、なんか最後の方に言っていた気もするが、まあいい。
とりあえず黙って歩くのもつまらないので、小笠と会話することにした。なあ、そういえばなんだけどよ。はい、どうしました？夏休みに遊ぶって話になった時にさ、俺以外も誘おうとしてただろ？あれって、誰誘うつもりだったのかなって。ああ、そうですね。多分ですけど。サナエとかキリサメ先輩とかじゃないですかね。まあ、そうなるよな。というか先輩こそ、よく私の誘いにオッケー出してくれましたよね。うん、そうか？はい、てっきり、まだ遊びに行くような仲じゃないとか思ってるんだろうなって思ってましたから。めっちゃ図星なんだが。まあでも、別に俺、小笠のこと嫌いじゃないしな。ふえ、そうなんですか？おう、というか、後輩としては好きまであると思う。好き？ああ、そうなんですね。おう、そうだぞ。というか、そういう話でいくと。てか、突然なんだけどさ。はい、どうしました？俺と関わってくるやつって俺に興味ないこと多いのよ。あ、そうなんですか。でも、突然どうしてその話を？まあまあ、一応最後まで聞いたらわかるから。ってなんだけど、まあ、俺の周りにいる奴らって魅力的な奴が多いからしょうがないとは思うんだよね。ああ、そうですね。キリサメ先輩とかその最たる例ですよね。いやまあそうだけど。お前もだからな。あ、そうですか？いや、そりゃそうだろ。マリサもだが、小笠も大概魅力的だと思う。多分、サナエも。まあ、その話は置いといてなんだが、小笠って、少なからず俺に興味がありそうな気がするのよ。絶対、俺が目的ではないんだろうけど、どこか嫌な感じがしない。だからこそ、こうして関わっていけてるわけだしな。あ、まあ、先輩への興味は結構ありますね。だろ？だから、話してて楽しいというか、ああ、人間と喋ってるなーって感じがするのよ。なんていうか俺の周りに集まってくるうぞうむぞうはさ、俺を道具としか見てないというか。だから当然、話していても楽しくない。ただ、こいつらは違う。マジで話していても楽しいのだ。あ、なるほど。そうだったんですね。じゃあ、あれですね。話したいときはいつでも話しかけてくださいよ。いつでも話し相手になるので。ふふ、そうだな。そうさせてもらうことにするわ。と、そんなことを話している間に、小笠の家の前までたどり着いていた。じゃあ、先輩、お互いにテスト頑張りましょうね。ああ、そうだな。じゃあ、気をつけて帰ってくださいね。おう、じゃあな。そう言って、俺は一人きりをたどるのだった。ふう、終わったー。あの週末の勉強会から数日が経ち、気づけばテストが終わっていた。周囲を見渡すと、みんな一様に開放感が溢れた顔つきをしている。そこに一人、ニヤつきを抑えられていない知り合いがこちらに近づいてきていた。よう、どうだったよ。まあ、ぼちぼちかな。お前は？それがな。え？まさかできなかったとか。おかげさまでなんとかなったぜー。知ってた。たく、もう少し驚いてくれてもいいだろ？いや、もうこの流れ何回もやってるんだわ。俺が勉強を教えるようになってからいつもやってるしな。ま、そりゃそうなんだけどよ。てか、ミトハ。はいはい。お前、今日の放課後空いてるか？うん、空いてるが。そうかそうか。じゃあ、放課後この教室に残っててくれよな。おう、いいけどよ。どうしたんだ？ま、あれだ。夏休みにどこ行く？ってのを一緒に話そうぜということだ。ああ、なるほどな。じゃあ、そう。サナエたちも来るということだ。了解。じゃあ、放課後。てかもうすぐだろ。うちの学校は、テスト最終日でもテストが終わり次第放課後となる。だから、実質今が放課後なのだ。まあ、そうだな。と、話していると、案の定廊下に見知った顔が二人現れた。お、来たみたいだな。じゃあ、私が呼んでくるわ。任せたわ。そして、マリサに呼ばれた二人は教室へと入ってきた。よう、サナエに小笠。あ、ミトハ先輩、お邪魔します。お邪魔します。そう言いながら二人は近くの席に腰掛けた。そしてそれを確認したマリサは話を始めた。よし、全員集まったな。てなわけで今から夏休みにどこ行くか決めたいと思う。おお。お前らテンション高いな。で、どこか行きたいとことか考えてるのか？いや、全く考えてねえな。私もです。胸張って言うとこじゃねえよ。で、小笠はあるか？そう聞くが、小笠から返答は返ってこない。おーい、小笠？え、はい、なんですか？大丈夫か？はい、大丈夫ですよ。ちょっと考え事しちゃってただけなので。で、何を尋ねてきてたんですか？うん、
ああ、小笠が夏休みにみんなで行きたい場所についてだよ。そういうとこ、どこかあるか？そう聞くと、小笠は軽く首を横に振って。特にないです。というか、そんなに遊びに行くこともないので知らないんですよね。うん、それめちゃわかるわ。多分、マリサとかサナエとかはいわゆる陽キャだからさ、いろんなとこ知ってるのだと思うんだよ。でもね、俺みたいなタイプは遊びに行かないからさ、そういうとこ本当に知らないんだよね。で、多分、小笠も俺と似たようなタイプだから当然知るはずがないと。じゃあ、とりあえずは。なあマリサとかサナエとかさ、お前ら、何かやりたいこととかないか？うん、そうですね。あ、と、そこで何か思いついたらしく、サナエは満面の笑みで告げてくる。お化け屋敷、とかどうです？お化け屋敷、ねえ。遊園地とかにあるやつか？いえ、そういうのではなく、もっとしっかり怖いとこです。そういうところがあるのか？はい、そうですね。最近できたらしくてすごく評判なんですよ。ほほう、なるほどな。お化け屋敷というのも面白いかもしれない。だってこの提案、絶対に俺とマリサとじゃ出ないしな。そう思っていると、少し顔をこわばらせたマリサが声を上げていた。お化け屋敷ねえ、うん。そそれもいいと思うんだけどよ。他のとこにしねえか？お、マリサ、どうした？なんか顔が青くなっているような気がするけど。いやあ、別にそんなことはないと思うぜ。そう言いながら、マリサはこちらを睨んでくる。そして、その様子を見て他の二人も何か察したような顔をしていた。あの、霧雨先輩、もしかしてなんですけど、怖いの、苦手なんですか？そう言われ、マリサはあさっての方を見ながら口笛を吹き出した。そして、その様子を見た小笠たちはこちらに視線を送ってきたので、軽く苦笑いをして返しておいた。まあ、あれだ。どんな人間にも苦手なものはあるということだよね。じゃあ、はい。一旦お化け屋敷というのは置いておきましょうか。ま、そうだな。じゃあ、私から提案してもいいですか？おう、別に構わんけど。さっきないって言ってなかった？そうなんですけど。みんなの話を聞いてて、ふと思ったことがありまして。なるほどな。そして、小笠は一呼吸置いてから話し始める。あの、間違ってたらあれなんですけど、確か少し小さめの遊園地ができたと思うんですよね。で、大体ここから電車数駅ぐらいで着いたと思うので、もしよかったらそこに行くのはどうかなと思いまして。どうですか？うん、めっちゃいいと思うんだけど。お前らはどうよ？私はいいと思うぜ。楽しそうだしな。いいと思います。というかそこって。うん、もともと私たちが行きたいって言ってたところだね。だよねー。じゃあ、そこで決定ということでいいんじゃない？おう、そうだな。ということで、俺たちは遊園地に行くことが決まるのだった。遊園地に行くことが決まった後、日程調整とか雑談とかをしているうちに気づけば日が陰り始めていた。で、どうやらマリサとサナエは用事があるようで、お互い先に帰ってしまった。そして、現在。なんかさ、小笠。はい、どうしました？久しぶりに二人きりになった気がするな。ああ、そうですね。確か、前二人きりになった時って先輩の家でしたもんね。だから、2週間ぶりぐらいですかね。そうだな。って、考えると全然久しぶりでもない気がするな。感覚的には数ヶ月ぶりぐらいな感じがする。てか、そう考えると結構二人きりの状況も多いんだな。で、どうしたんです？そんなやぶから棒に。いや、なんかふと思ってな。ああ、でも、たまに私もそういうことありますよ。あ、そうなの？はい、ありますね。へえ、じゃあ、結構誰にでもあるものなのかもな。かもですね。と、そんなどうでもいいことを話しているうちに、ふと大事なことを思い出す。あ、そういえばなんだけどさ。どうしました？いやね、ほら、夏休みどこ行く？って話があったなぁと思ってな。そうですね。で、二人きりになることなんてめったにないし、ちょっと話しとこうかなと思ってな。で、どこか行きたいところある？そう聞くが、どこかで俺はないんだろうなぁと思っていた。ま、だってさ、さっきの話の時も行きたいとこ特にはないって言ってたからね。それに、俺と二人きりとか、まあ適当でいいものだしな。と、そんなことを思っていると、小笠は少し悩んだ素振りを見せた後、口を開いた。うん、そうですねー。いろいろ考えたんですけど、本が読めるところとか、もしくは猫カフェとか。うん、だいぶ極端なところ持ってきたね。そうかもですね。まあ、あれです。楽しければどこでもいいかなって。それもそうだな。で、一応聞いときたいんだけど、この二つを選んだのはどうして？ですね。まず、先輩本読むって言ってたなと思いまして。うん、そうだね。で、ならここで行ってみるのもありかなと思いまして。なるほどなぁ。で、もう一個の方が謎なんだけど。理由とかあるの？単純に先輩と行きたいなと思ったところです。
なるほど。で、俺と猫カフェ行きたかったの？いや、まあ、そうなりますね。あ、そうなのね。じゃあ、行くか？え、いいんですか？うん、俺、結構猫好きだしな。そうなんですね。てかさ、一個聞きたいことあるんだけど。いいか？何ですか？なんかその、夏っぽくないけど、それでもいいのかなって。なんかさ、夏と言ったら海とかじゃね？と思ったのだ。まあ、偏見かもだけどさ。いやその、なんか海とかって結構大変じゃないですか。まあ、そうだな。で、そもそも私も先輩もインドアの方じゃないですか。まあ、そうだな。なので、夏っぽさが消えるところになっちゃったというか、ない方が楽しめそうなところが多かったんですよね。なるほどな。なんていうか、子がさ、めっちゃ俺のこと考えててくれてたんだけど、嬉しすぎなんだが、そう話しているうちに、いつもの別れ道のところまで来ていた。じゃあ、また、日程空いてる日とか送ってくれよな。そしたら、あとはこっちが合わせるから。わかりました。じゃあ、その、楽しみにしてます。そう言って、子がさは家の方の道へと向かっていった。そして、それから時間は経ち、気づけば、夏休みに突入していた。王様ゲームが、したーい。は？夏休みに入って数日。というか翌日。いつものメンバーが俺の家に集まったなと思っていたら、突然マリサがよくわからないことを言い出した。え？何？王様ゲーム？おう、そうだけど。くじとか引いて、命令するあれ？そうそう。4人で？おう、そのつもりだけど。そう言われ周囲を見ると、サナエは。知ってるな。あの笑顔は確信犯すぎる。で、小笠は。なんか諦めてる顔してるな。というわけで、とりあえず小笠に話を聞いてみる。なあ小笠、今日これやるって知ってたのか？いえ、知らないといえば知らないです。何その雑な見え。なんというか、1時間あるんですよね、これ。そう小笠が話すと、出番だと言わんばかりにサナエが立ち上がった。ふっふっ、聞いて驚け。ミトハ先輩、急にどうしたよ。口調変わりすぎだろ。ただ、そんな俺のツッコミもスルーし、流れるようにサナエは説明を始める。そのですね、私たち、元い私と小笠は、毎年一番仲良くなった人たちと王様ゲームをしているのです。迷惑極まりないね。それも毎年かよ。そうです。ちなみに、人は被る時もあるので、人が変わったのは数年ぶりです。浅い、意外と適当だぞこのゲーム。なんなら今年はマリサ先輩から誘われました。犯人お前かよ。そう言いながらマリサの方を睨みつける。いやー、面白そうな催しがあるって聞いてたからさ、誘っちゃった。誘っちゃった、じゃねえんだよ。そして、そんなくだらない茶番をしている間にも視界はどんどん進んでいく。てなわけで早速やっていきましょう。マジかよ。てなわけで、王様ゲームが開始されるのだった。なんて？それから数分間の休憩時間があり、その間にルール説明も行われた。何これ競技なの？で、とりあえずルールをまとめると、楽しくやりゃ OK みたいな。ルールじゃなくね？で、あと、過激なのはダメって言ってたっけか。例としては、椅子はダメだけどハブは OK らしい。これ、俺がハブ当たったらどうするんでしょうね。と、そんなことを考えている間に、王様ゲームが始まろうとしていた。ではでは、早速やっていこうぜ。あ、もう始まるのね。そして、全員が急遽作ったくじに手をかけ、掛け声をかけた。王様だーあれだーって、俺一人かよ。案外の力じゃねえか。く、と、そんな時短だを引きつつ番号を確認する。2番ね。そして周囲を見渡すと、ニヤニヤしているやつと目があった。ふっふっ、私が王様だぜ。く、こういうのって、言い出しっぺがボコボコにされる流れじゃねえのか？ふ、そんなもんはリアルラックでどうとでもできるんだぜ。そしてマリサは周囲を見渡すと、悩み始めた。さて、そうは言うがどうしたもんかな。そうですよね。こういうのって、最初から重いのにすると後から痛い目見ますし。お、そういうってことは、やらかしたことあるな。そうなんですよね。あの時は大変だったな。そう二人が遠い目をし始めたので、とりあえずマリサに声をかける。まあ、こういう例もあるんだしさ、一応簡単なのにしたら？それもそうだな。多分、また回ってくると思うしな。そういうことだ。てなわけで、マリサが命令を言い渡す。じゃあ、今から2番が全員分のジュースを買いに行くということで。あ、もちろんおごりでな。そして、おのおのが番号を再確認しほっとしている中、一人俺は震えていた。その反応は、先輩ですね。そうだな。ちゅう、あざっす。買ってくるわ。てなわけで買い出しに向かう。まあ、後から当たるよりはマシだろという風に思っておこう。そして数分後。で、買ってきたしゲーム続行ってことか？
とりあえず全員分のジュースを買いに行った俺は全員に尋ねる。なんか、さっきよりもやる気ですね。そりゃそうだろうよ。やっとやられたらやり返さないとな。うっわ、絶対当たりたくねえ。と、そんなことを言いつつ、全員がくじに手をかける。王様だあれだ。まさかの全員言ってくれたことに感動を覚えつつ番号を確認する。ふむ、また2番か。てか王様になれないもんだな。4分の1だからそこそこ当たるはずなのに。そして、王様が名乗りを上げる。はいはい、私王様です。うわぁ、さないか。そして、もうすでに命令を決めていたのか、下り顔で発表し始めた。で、お題は、私の数学の宿題を1番がやる、で。なるほどね。宿題ぐらい自分でやれという話だが。まあ、1番じゃないのでよしとしよう。そして、1番はというと。数学ってさ。そうそう、あの、1番量が多いやつ。てか、小傘が当たったの？うん。なんか、こんな命令前も当たってなかった？そうだね。覚えといてよね。ふふ、王様だから怖くないね。絶対ビビってるだろ。てなわけで、第3回戦に突入する。王様だあれだ。さて、もうそろそろ王様を引きたいが、そう思いながらくじを見ると、3番だった。引き悪すぎでは？そして、王様が名乗りを上げる。ふ、ははは、私が王様だぜ。な、なんだと？もう2回目とでも言うのか。そうだぜ。そして、俺はマリサに尋ねる。で、どんな命令出すんだ？うん、そうだな。ちょっとレベル上げる？マジで？まあ、もうそろそろかなとは思ってたけども。いいじゃないですか、やっぱり王様ゲームはそうでないと。だよな。そしてマリサは少し悩んだ素振りを見せた後、命令を発表した。よし、じゃあ、2番が黒歴史を言うって。うっわ、結構きついの来たな。まあ俺じゃないんですけど。いやー、はい。これもやっぱり王様ゲームですよね。ふふ、社内だったんだね。うん、なんで私が当たるときに難易度上げるんですか。そう文句を言いつつ、社内は黒歴史を話し始めた。では、5本。これは、私が小さかったときの話です。その、当時クラスで恋愛ブームが起きてまして。で、私も好きな子がいてですね。告白したんですよ。まあ、そしたら普通に振られまして。なんか、心苦しいな。多分、私みたいなタイプだったんじゃね。そうだったんでしょうね。でも、これだとなんか軽くね。まあ、黒歴史っちゃ黒歴史だろうけどさ。よく気づきましたね。そうなんですよ。で、これは友達から聞いた話なんですけど、その、私が告白した日の下校中に、私の好きだった人も告白してカップルになったらしいんですよ。で、当時の私は病んで、ネットの世界で自分の描いたイラストを投稿しまして、それで、感想をもらって自分の心を癒しましたという。で、これが当時投稿していたイラストたちです。そう言いながら、サナエはそのイラスト群を見せてくれた。まあ、なんていうか、ご愁傷様だな。サナエさ、なんかあったら言うんだぞ。いくらでも褒めてやるから。本当に。てか、その話した友達ってさ、私知ってる子？多分知ってるんじゃない？あの、転校していった人だよ。あ、あの人か。そうだね。確かにサナエと仲良かったしね。そうそう。久しぶりに会ってみたいもんだね。てな感じで雑談が続いていき。うん、なんかすっげー時間が経った気がするけど、続きやってくぞ。という掛け声とともに、再びゲームが始まった。多分時間的にあと2戦がいいところだろう。そしておのおのがくじに手をかけ、掛け声を発した。王様だあれだ。そして、くじを確認する。ふ、これは勝ったわ。まあ何に勝ったのかは皆目見当もつかないが、とりあえず名乗りを上げる。ふ、俺が王様だ。な、ついに引いたのか。そうだぜ。てなわけで、お題を考える。ふむ、もう、結構きついお題でもいいよな。あ、じゃあ、そこで、俺はマリサに確認を取る。なあなあ、これって二人に命令してもいいのか？おう、別にいいと思うぜ。てかそうじゃないと、ハグとか成立しないしな。確かに。てなわけで、俺は命令を言い渡す。よし、じゃあ、1番と3番が愛してるゲームをする、で。そう言うと、古賀さん以外の二人の顔色が変わった。う、その反応は、さないか？そうですね。そう言って、少しの間二人はフリーズした。そして、まあ、長引かせてもしょうがないですし、早速やりましょうか。おう、そうだな。じゃあ、私からやりますね。おう、いいぜ。先輩、愛してます。さなえ、私も愛してるぜ。ふふ、先輩の優しいところが好きです。お前が時々見せてくれる可愛いところ、マジで好き。なんだかんだ乙女な先輩が、好きです。純粋なお前が、好きだぜ。先輩、本当に私は、あなたのことを愛してます。く、さすがに。にやけが抑えられなかったわ。終了。うん、見てるこっちも恥ずかしかったわ。本当に、
てか、二人ともめっちゃ強かったね。そりゃ私は結構告白されてるから、強いに決まってんだろ。でも、負けてんじゃん。まあそうなんですけど。まあ、これはいかに相手が恥ずかしがることを言えるかですからね。的確に先輩の性格を知ってる私の方が有利でしたもん。それも、そうだな。そして、マリサが時計を見て、全員に一言かける。なんかいい時間になってきたし、あと一回やったら終わりにしようぜ。そうだな。なんか、予想よりもできなかったな。まあまあ、最悪またやればいいですから。それはそれで嫌だがな。そして、俺たちはそんなことを言いつつくじを引く。王様だ、あれだ。今日の最終戦。できればここは王様を引いておきたいところだが。しかし願いは叶わず、2番という文字がくじには書かれていた。なんか2番多くね。そして、王様はというと。よっしゃ、本日3回目だぜ。またお前かよ。王様になれなかったんだけど。そして、そんな俺たちの言葉も無視して、マリサは話し始める。まあ、諸君らならお分かりだと思うが、もう、ここで言うお題は分かってるよな。やっぱりですか。ふふ、ははははは。じゃあ、お題を言い渡すぞ。そして、マリサは無慈悲にもそのお題を告げた。そうだな。2番と3番がハグということで。その時、小笠と目があった。マジ？先輩、私3番なんですけど。何番ですか？2番。その瞬間、小笠の顔が真っ赤に染まった。お互い、恥ずかしさからか目をそらしてしまう。ダメだろ。いくら罰ゲームだからと言って。すると。先輩。その、腕を、広げてください。おう。とりあえず混乱していて、小笠の言われた通りに腕を広げる。すると、小笠が俺の胸に飛び込んできた。小笠？まあ、罰ゲームですし。そりゃそうなんだけどよ。ただ、罰ゲームという割には小笠は手を離そうとしない。めっちゃ体をギュッてさせてきている。まるで、何か他の理由があるかのように。あ、それに気づいた時には、もう小笠は俺の胸から離れていっていた。ふふ、いいものを見せてもらったぜ。そうですね。ただ、ミトハヨ。お前、小笠に抱きつかなかったろ。すまん。最後の方にそれに気づいたんだけどな。気が動転してたわ。まあ、いいんだけどよ。そして、空気がだいぶピンクに染まった中、マリサはゲームの終了を言い渡した。てなわけで、第1回王様ゲーム終了ということで。そして、その言葉を聞きつつふと思うのだった。俺、この後小笠と会うの。二人きりの時じゃん。大丈夫かな？さてと、どうしようか。王様ゲームをした日から数日が経ち、気づけば今日は小笠と二人で遊びに行く日になっていた。なっていたのだが、やばい。これは非常にまずい。そう。俺は、小笠に会うのがすっごい恥ずかしくなっていた。それもそのはず。未だ、あのハグをした時の感触が体から染みついて離れない。本当にさ。マジでどうしたこれ。ちょっと前ならこんなことなかった気がするんだけどな。ま、でも、小笠を待たせるわけにもいけないしな。正直、もうそろそろ家を出ないと、普通に小笠を待たせてしまう時間になっていた。ふう、頑張れ、俺。てなわけで、覚悟を決めて待ち合わせ場所へと向かうのだった。そして、俺が待ち合わせ場所に向かっていると。あれ？先輩？小笠か？同じく待ち合わせ場所に向かっているであろう小笠とばったり出会った。って、まだ結構待ち合わせまで時間あるのに、だいぶ早く家出たんだな。まあ、楽しみにしてましたし。それに、先輩だって人のこと言えませんよね。確かにな。痛いところを疲れ、思わず口を持ってしまう。まあ、だけど。俺も、楽しみだったんだよ。そう言うと、小笠の方はだんだんと赤くなっていって。だけど、嬉しそうに口を開いた。ふふ、似たようなこと考えてたんですね。私たち。そうだな。ま、準備段階からだいぶ盛り上がってたしな。ですね。だって、なんだかんだ2時間ぐらい話し込んでましたもんね。それな。それも、その時間はただ行く場所考えてただけっていうな。そう言いながら、数日前のことを思い出す。そう、大まかな場所しか決めていなかった俺たちは、具体的にどこに行くか話し始めたのだ。で、そうやって話しているうちにだんだんと行った場所で何するとかそんなことを話し始めて。気づけば、数時間にわたる話し合いになっていた。それに、その後も普通に少し通話したしな。そして、ちょうどいいタイミングで、小笠が声をかけてくる。で、なんですけど、最初、どこから行きます？そうだな。ま、無難に本が読める喫茶店行く？あそこですか。普通にカフェが店内にあるとこですよね。そうそう。俺がそう返事を返すと、小笠は俺の方を見て口を開いた。では、行きましょうか。そうして、俺たちはお出かけをスタートさせるのだった。
して、歩くこと数分、俺たちは目的地へと足を運んでいた。さて、着いたわけなんだが、早速本でも読むか？そうですね。私も先輩におすすめされた本早く読みたいですし。ああ、通話した時に俺が言ったやつか。ですです。じゃあ、とりあえず本読んでいきますか。そして、俺たちは本を読み始める。ちなみに俺は、小笠におすすめされた本を読んでいる。うん、さすがは小笠のセンスだわ。すっごい面白い。そして、そのまま時間はどんどんと進んでいき、気づけば1時を回ろうとしていた。すると、小笠がこちらに来て声をかけてきた。先輩。うん、どうした？何か食べません。おう、いいけど。そして、俺たちはカフェへと入りご飯を食べ始める。ちなみに、俺はカフェで小笠はパンケーキを頼んでいる。うん、普通にうまいんだが。そうですね。なんていうか、控えめと言いますか。そうそう。うん、普通に今後も来るのありだな。そして、そのまま話は次の店の話へとなっていく。そういえばなんですけど。どうした？猫カフェって、猫を愛でる以外にできることってあるんですかね。確かにな。ちょっと調べてみるか。そして俺は、これから行く猫カフェに検索をかける。てかなんで調べてないんだよ。まあでも、あの時は話すのめっちゃ楽しかったしな。しょうがなかったということにしておこう。そして、そのカフェの情報を調べると、めちゃめちゃ面白いことが書いてあった。一応、他にできることあるみたいだわ。あ、そうなんですね。ちなみに、何ができるんですか？俺はそう聞かれ、少し申し訳なく思いつつ口を開く。猫耳、つけられるらしい。え？そのまま小笠は軽くフリーズした。いやうん、そうなりますわな。そして、意識が戻ってきたのか、恥ずかしそうにしながらもう一度確認を取ってきた。猫耳、ですか？そう。あの、カチューシャとかをつけるやつですよね。うん、そうじゃないかな。そう言いながら、俺は小笠に現物の写真を見せる。すると、小笠はだんだんと顔を赤くしていき、天パっているのか、よくわからないことを聞いてくる。そのですね。少し聞きたいんですけど、猫耳って、見たかったりします？な、まさか、小笠からこんなセリフが出てくるとは思わず、固まってしまう。え、うん、夢か？これ、夢か？いやでも、さすがに現実だよな。うん、よし、そうと決まれば。そこで、俺は小笠が猫耳をつけているところを想像する。うん、絶対可愛い。そして、俺は口を開いた。ちなみにさ、やってほしいって言ってもいいのか？まあ、どうしても見たいっていうのであれば、いいですけど。おう、そうか。え、何この可愛い生物。俺はどもりながらもそんなことを考えてしまう。うん、でも、やってくれるのか、なら、お願いしても、いいか？そう聞くと、小笠は少し恥ずかしそうにしながらも小さくうなずいた。そして俺たちは、自分たちが食べているよりも甘いものを感じながら、カフェを出ていくのだった。それから俺たちは少し歩いて、猫カフェへと足を運んでいた。だが、マジで道中気が気ではなかった。いやだってさ、小笠が猫耳つけてくれるって言ってるんだよ。多分もうそんな機会ないじゃん。それに、なぜかは知らないが、すっごく小笠が静かだったのだ。なんというか、照れてたのかな。そして、店の前まで来たところで小笠が口を開いた。着きましたね。ああ、そうだな。そして、若干の沈黙の後、小笠は意を決したように店へと足を運んでいった。そして、店へ入ると、そこにはたくさんの猫がいた。いやまあ猫カフェだから当たり前なんだけども。うお、結構いるな。ですねですね、めっちゃ可愛いです。そう言いながら小笠は目を輝かせている。うん、楽しそうで何よりだな。すると、突然小笠がこちらを向いた。じゃん、先輩、この子可愛くないですか？そうだな。どうしたんです？なんか、上の空って感じですけど。いや、猫が多くて興奮してるんだよ。ちなみに、内情は全くの別物である。正直、猫を持ってる小笠の方を可愛いと思ってしまった。いやほんと、マジで。うん、可愛すぎな。そんなことを考えていると、店員さんがこちらにやってきた。あ、どうも、楽しんでますか？あ、はい、すごく楽しめてます。はい、本当に。ふ、そうですか、それは良かったです。そして、店員さんは変わらず話を続けてくる。ところでなんですけど、お兄さんたちはどういうご関係で？先輩と後輩です。すると、店員さんはすごく驚いたような様子を見せながら、口を開いた。あ、そうなんですね。すっかり恋人とかだと思ってました。そして、それを聞いて俺と小笠は固まった。だが、それに気づいていないのか、店員さんは話を続けてくる。いやー、やっぱりこういうところってカップルがいっぱい来るんですよ。
で、お兄さんたちもすごく親しげな様子でしたし。で、あら？そこでどうやら、俺たちが固まっていたことに気がついたらしく、話が止まる。そして、その様子を見てか、何やらニヤニヤとしながら口を開いてくる。その、今なんで声をかけたのかと言いますとね、猫耳でもつけませんか？って言おうと思ってたんですよ。で、本来なら有料なんですけど、その、今日はお金とかいらないんでつけてもらえませんか？そして、そこまで言われて、俺はようやく金縛りが解けたかのように声を発する。いいんですか？正直、なんか邪魔しちゃった感がすごかったですし、何より、私が見たいのでぜひやってほしいんですけど。そう言いながら、店員さんは小笠の方を向いた。そして、小笠は俺の方を向いた後、店員さんから猫耳をもらっていた。ここまで怒涛すぎてヤバいんだが。てか、この店員さんノリが良すぎじゃない？めっちゃ見た目、俺らと同年代っぽいのに、いやまあ違うかもだけどさ。そして、そこでためらっていた小笠もようやく意を決したらしく、こちらを向いた。先輩、どうですか？似合ってます？おう、そやもう。そして、そのままお互いに顔をそらす。いやもうマジで可愛すぎな。これはやばい。何より破壊力がすごすぎる。そして、そんな空気の中、店員さんは俺たちを見ながら。ふふ、これは、楽しみですねー。と、つぶやいているのだった。そして、猫耳を店員さんからもらって俺たちは猫カフェを後にした。にしても、めちゃめちゃに可愛かったな。そりゃ可愛いに可愛いを合わせてるから当然なんだけども。それを差し引いてもやっぱ可愛かったよな。なんでだ？先輩、どうしました？なんか突然うなってますけど。あれ？声に出てたか？はい、めちゃめちゃ出てましたけど。マジか。いやー、ちょっと考え事をしててな。そう言いながら、若干反省。俺なんかに可愛いなんて考えられても嬉しくないだろうしな。マリサになら嬉しいかもだけど。てか、そう考えると、なんで俺って小笠とこんな仲良くなれたんだろうな。小笠が他の男子らと絡んでるのそんなに見ないし。ま、考えるだけ無駄ってことか。じゃま、とりあえず今は、あのことに集中しないとな。そして、俺たちは最後に予定していた場所まで足を運んできていた。さてと、ここかな？そうみたいですね。確か、この辺りにある唯一の水族館でしたっけ？そうそう。てか、なんだかんだ言って水族館行くの初めてだから若干ワクワクしてるわ。それは、私もですよ。先輩と行くとこ探してて、こんなとこあるんだってすごく楽しみにしてましたもん。そう口にする小笠は本当に楽しそうだ。ああ、確か魚とか好きって言ってたっけか。で、確か一番好きなのが、イルカだったか。まあ、めちゃわかるよね。イルカ可愛すぎるしな。じゃあ、入りましょうか。おう、そうだな。というわけで、俺たちは水族館へ一歩足を踏み入れた。そして、中へ入ると、目の前には、大きな水槽とたくさんの魚が出迎えてくれていた。うわぁ、すごいですね、すごいですね。確かに、こりゃすげえな。なんだかんだ水族館初めましての俺たちは、童心に帰ってはしゃぎまくる。これは後から思ったことなのだが、あの時の俺らは見返したらめっちゃ恥ずかしいと思う。そして、一通り興奮が収まったあたりで、小笠が口を開いた。先輩、やっぱここすごいですね。おう、そうだな。やっぱまだ興奮収まってないなこれ。で、どうしたよ。いやその、なんていうか、一人で回るより二人で回った方が楽しそうだったんで、改めて誘いに来ました。おう、そうか。そう言われ、よっと嬉しく思う自分がどこかにいるような気がした。そして、その後二人で水族館を回っていると、突然アナウンスがかかった。もうすぐ、イルカショーが始まります。ご覧になられたい方は、中央のプールの方までお越しください。だ、そうだが、どうする？行く？と、途中まで言って言葉を止める。なぜなら、目の前の小笠の顔に、行きますと書いてあったからだった。じゃあ先輩、早速行きましょう。おう、そうだな。そうして俺は、テンションの高い小笠の後ろをついていくのだった。中央プールとやらに入ると、もうそこにはたくさんの人がいた。いやまあ、そりゃそうだろう。水族館といえば、って感じだしな。そして、隣の小笠はといえば。ふふ、楽しみだな。と、無邪気にもそうつぶやいていた。そんな幸せそうな小笠の様子をほっこりと見ていると、突然音が鳴りショーが開始された。飼育員さんがイルカに指示を出し、イルカはそれに反応して演技をする。まさにあうんの呼吸と表現するのがふさわしいような様子だ。てか、イルカショーって初めて見るけど。すっごい想像してたやつと一緒だな。なんというか。
欲しいレベルの演技が見られてすごくいいと言いますか。そして隣を見ると、案の定小笠は興奮していた。すると、俺に見られていることに気づいたのかそうでないのかわからないが、こちらに話を振ってくる。先輩、やっぱりゆかしょうってすごいですね。そうだな。まさにこれって感じのする演技を見せてくれてるしな。ですです。いやー、これは見に来られてすごく良かったです。そして、ゆうかしょうは後半の演技に入ってきたのか、より派手になってきていた。いやほんとすごいなこれ。前半でも十分良かったが、後半はもっと良いとは。そうすると、突然観客の半数ぐらいが立ち上がった。え、何事だと思っていると、隣に座っている兄ちゃんが声をかけてきた。そこの兄ちゃん、あんたは立たなくてもいいのか？何かあるんですか？おうよ、これから、ゆうかが物を飛ばしてくるのよ。で、それをキャッチできたら、何やら幸運が舞い込むそうだぜ。なるほど。説明ありがとうございます。そして、小笠も聞いていたのか、気づけば立ち上がっていた。小笠も、こういうの結構好きだよな。まあ、そうですよ。だって、あの社内とずっと一緒にいますからね。そりゃ確かにそうだな。てか、先輩こそ、こういうの好きなんですか？普段ならそんなしないんだろうけど。なんかすごくやる気が起きたからやってるな。あ、そうなんですね。そして、どうやらイルカショーも最終局面。お兄さんが言ってくれていたやつももうすぐ行われそうな雰囲気になってきた。まあでも、正直な話、こっちに来る可能性はそんなにないと思っている。だって、フィールドは360度。普通になかなか難易度が高いと思う。てか普通に、こっちに来たらだいぶ奇跡だと思う。と思っていると、どうやら運命の瞬間が来たようだ。先輩、こっち来ると思いますか？まあ、普段なら来ないんだろうけどな。でも、今日ならあるいはとちょっと思ってる。先輩もですか？じゃあ、きっとこっち来ますよ。そう言っている間にも、どうやら飼育員さんはイルカに向かって何かを投げた。そして、イルカは飼育員さんが投げた何かを勢いよく突き飛ばす。それは天高くこちらの方に飛んできて。俺と小笠の手が、両方そのものを掴んでいた。ふふ、これ、すごいな。あはは、そうですね。そして、お互いに顔を見合わせ、もう一度笑顔をこぼす。そんなこんなで、イルカショーは幕を閉じるのだった。そうして、水族館で少し買い物をして、俺たちはそこら辺をブラブラと歩いていた。まあ正確に言うと、俺がとある場所の方に向くように歩いているといった感じだが。さてさて。一応、今日行きたかった場所は大体行けたわけなんだが。そうですね。すごく楽しかったんですけど、なんかちょっと物足りない気もしますね。そうか。まあ、それは俺も納得できるとこだわ。うん。そう共感を示しつつ、あらかじめ用意していた質問を小笠へと問いかける。ところでなんだが、この後って時間あったりするか？え、はい、ありますけど。どうしたんです？いやー、ちょっと最後に言っときたいところがあってな。俺はそう言いながら、とある場所へと足を運んでいく。ちなみになんですけど、それって、どこに行くんですか？うん、ああ、そうだな。なんというか、俺のお気に入りの場所、かな。へえ、そんなとこがあるんですね。そうなんだよ。で、せっかくだしどうかなと思ってな。まあ俺はそうは言うが、正直、この言葉は半分は嘘だった。いやまあ半分は正しいんだけどさ。でも、なんというか。ちょっとそれがメインではない。言うなれば、誰かとあの景色を共有しておきたい、というか語り合いたい。まあだいぶ昔に見つけてから、ほとんど誰にも言ってない秘密の場所だしな。だからこそ、これだけ仲良くなれた小笠とならと、ちょっと思ったのだ。そして、そのまま歩くこと数分、ようやく目的地の付近へと到着した。さて、あとはここを通るだけなんだが、行けるか？なんていうか、ここは若干獣道っぽくなっている。だから、無理にとは思っていなかった。で、小笠はというと、行けますよ。というか、昔はこういうとこで遊ぶこと多かったですし。あ、そうなのか。なら、行くとするか。そして、そのまま道を抜けると、俺にとっては見慣れた光景がそこに広がっていた。え？何ここ？綺麗ですね。そうだな。いやほんといつ来ても感動するわ。そうそこは、俺が疲れてたり休みたい時によく来る、森の奥の秘密の場所だった。多分ここを知ってるのは、俺と、もう一人だけなんじゃないかなと思う。ところで、どうしてここへ来たんですか？うん？ああ、そうか。まだ行ってなかったな。じゃあ、まだ内緒にしてたいからさちょっと話さない？あ、そうなんですね。いいですよ、何話します？あ、そうだ。小笠って、夏休みどれくらい予定決まってるんだ？夏休みですか？たまに遊びに行く程度ですかね。なるほどな。というかどうしたんです？何ですか？また一緒に遊びたいとかそういうことですか？そうなんだけどよ。
ふふ、すいません、調子乗っちゃいましたね。って、あれ、本当にそうだったんですか？まあ、そうだが、突然俺は思考を当てられ正直驚きが隠せないでいた。てかあれだろ、この子がさの驚きっぷり見るに、多分ちょっとからかおうとした程度だったんだろうな。だけど、たまたま今の俺の思考と合ってしまったと。というか、いいんですか？先輩に迷惑かなと思って、今日の後はもう遊べないと思ってばかりだったんですけど。うん、そうだったのか？別に俺は構わないけど、そう言うと、小笠は嬉しそうに笑っていた。というか、だが、なんか今日の小笠はいつもより素が出てる気がする。だからなんというか、いつもより可愛さが引き立ってる気がするんだよな。まあ、全然違うかもなんだけども。そして、その後も少し話しているうちにようやく時間になったらしい。お、来たな。何がです？そうだな。じゃあ、あっち向いてみてくれないか？いいですけど。そして、小笠はそちらを向くとすぐに声を上げた。どうやら、見入ってしまっているようだった。それもそのはず。俺がここに呼んだ理由、それは、この、景色を見せたかったからだった。ほんと、すごいですね。めちゃめちゃ綺麗じゃないですか。だろう？やっぱ、小笠をここに連れてきて正解だったわ。そう言いながら、俺はふといいことを思いつく。あ、そうだ。そういや、もうすぐ夏祭りあったよな。突然ですね。確かにありますけど。じゃあ、それ一緒に回らないか？なんか、俺も小笠もまだ遊び足りてないっぽいしな。あはは、それいいですね。いいですよ。一緒に回りましょうか。よし、じゃあ、決まりな。そうして俺たちは夏祭りの予定を立てた後、少し経ってから一緒に歩いて帰るのだった。さてさて、お前ら、今日は何の日かわかってるよな？当たり前じゃないですか。テンションの高い二人は放っておくとして、今日は例の夏祭りの日。結局俺たちはマリサたちに誘われ、一緒に夏祭り会場まで足を運んできていた。にしても、やっぱり人が多いですね。それな。まあ、お祭りっぽくていいと思うけど。それもそうですね。お祭りですし。そう小笠と話しているうちに、気づけばもうマリサたちは他の屋台の方で買い物を楽しんでいた。たく、元気すぎるな、あいつら。元気で何よりですよ。じゃあ、私たちも回りましょうか。だな。まあ、最初はあいつらについていくだけだけど。確かに。てなわけで、俺たちははしゃぐマリサたちの後を追うのだった。そして追いつくと、早速どこに行くか尋ねられた。いや、俺、この祭りで何があるとか知らないんだけど。マジか？ってことは今回初参加ってことか？そうだな。普段家から出たくない性分なんでな。そりゃまあ、知ってるけど。なんか急に納得された。というか、後ろの後輩二人にも苦笑いされている。いや俺そんな陰キャに見えるかな。じゃあ、何から回っていくのがいいかな。あれとかどうです？射的とか。ああ、確かにあり。行くか。相変わらずのフットワークの軽さですね。それな、と心の中で同意を示しつつ、射的へと頭をシフトさせる。射的ねえ。なんかまともに当たった思い出が1ミリもないんだが。まあ、子供の頃の話だし、いける。よっしゃ、じゃあ、やるか。お、いいですね。じゃあ、最初私からやらせてもらっていいですか？よし、いけ。そう言われ、サナエはしっかりと的に狙いを定める。いや結構ガチだな、構え方。すると、小気味いい発砲音とともに、的がバタッと倒れる。お、すげえ。いやいやいや、それほどでもありますね。あるのかよ。まあまあ、実際、私一発で狙いのものに当てれてますし、あるんじゃないですか？確かにそれは認めざるを得ない。ふふん、でしょ？そう言って、サナエは景品をもらいに行っていた。さて、次誰がやるかね。まあここはミトハだろ。え、マジ？おう、だって、私は最後にやりたいし、小笠よりお前の方が下手そうだからな。ある意味、前座的な。そうそう、それに、小笠だって早くミトハの活躍みたいだろ。まあ、そりゃそうですけど。は？なんか突然、小笠からも期待を向けられ困惑してしまう。あれ？小笠ってそういうキャラだったっけ？まあでも、なんかやる気は出たな。てなわけで、俺は的の方へと銃を構える。極力簡単なので行きたいな。外すのは嫌だし。なあ小笠、お前、なんか欲しいもんないのか？あの景品の中から。そうですね。引いて言うなら、あの秘書っぽいやつとかですかね。なるほどな。だってよ。誰に言ったんですか？その会話を聞き、心の中で舌打ちをする。難易度が爆上がりしたんだが、絶対あれだろ。この会話を聞かせておけば、俺がそれを狙うと思ってたろ。そうなんだけども、だんだんと集中力が高まっていくのを感じる。これは絶対に外せない。そして俺は、勢いよく指を引いた。しかし案の定というべきか、
これは狙っていたシュとは全く違う方向へと銃口を向けてしまい、結局ポーチに当たった。いや逆にすごいですね。うん、それな。どんな狙い方したらあの方向で反対のものが取れるんですか。いや俺に言われても。てか、お前の方が得意だろ。確かにそうなんですけど、でもだからこそ気になるんですよ。まあまあ、こいつ意外とそういうところあるからさ、ギリギリ最悪だけは免れるみたいな。なんか狙いは絶対に外すみたいな言い方するな。いやでも、本当にここぞって時以外大体そうじゃねえかよ。確かに。てかそう考えると結構俺って不憫じゃね。でも、ここぞって時はほんと外さんってのは事実なんだよな。いつもそう。てか、そうだな。サナエ、お前ちょっと一緒にトイレにでも行かないか？え、別にいいですけど。突然どうしたんです？すると、突然マリサはサナエにアイコンタクトを取っていた。多分、なんていうか、目を一瞬だけすっと合わせていた。すると、サナエは小傘の方をちらりと見た後、突如態度を一変させた。あれですね。ちょっとマリサ先輩と行きたいところあるんで二人で回ってもらってもいいですかね？トイレに行くのでは？あ、その後にです。その後に行きたいところがあるんですよ。てか、小傘とかマリサとか射的やってないけど。別に私はいいですよ。正直当たりませんし。私も、ほんとマジでサナエと行きたいとこできたからいいかな。だから、二人で回ってきてくれないか？なんか必死に抗議してるし、よほど行きたいところなんだろうな。小傘もそう感じたのか、俺の方をちらりと見て口を開く。先輩は私と二人でも構いませんか？うん、構わないけど。小傘こそいいのか？はい、なんなら少し楽しみですし。そう小傘が意味深な言葉をついた後、俺たちは二ペアに分かれて行動を開始した。というか、正直小傘と二人きりになれて地味に嬉しかったりする。まあ、なんでかはわからんけども。さて、小傘はどこか行きたいところある？そうですね。リンゴ飴でも買いに行きません。オッケー。じゃあ、早速行くか。というわけで、俺たちはお祭りを二人で回り始めるのだった。さてさて、意外と結構回れたな。そうですね。リンゴ飴食べに行って、綿飴買ってヨーヨー釣りして。あと、くじも引きましたよね。そうそう。いやー、来てみたら意外と楽しいもんだな。まあでも、一人で来てたらこんな感想にはならなかったんだろうなと、そんなことをふと思う。多分、つまらないって言ってすぐ帰っちゃいそうだし。もしくは一生射的とかのゲームしてると思う。まあつまり何が言いたいかと言いますと、マリサたち、特に小傘と来れてよかったということだ。そういや、他に何か行きたいものとかないのか？そうですね、少なくとも大体行きたいところは行けましたし。あそこなんてどうです？そう言って小傘が指を指した方向には、魔女の館と書かれたいかにもな店が鎮座していた。別にいいけど。小傘ってああいうの好きなのか？そうですね、信じる信じないは別にしろ、催し物としてという観点から見れば好きです。なんか難しい感じでまとめてるけど、要は好きってことだな。そうですね。そう言ってニコッと笑う小傘の顔は、なんだかワクワクしているように見えた。そして、店へ一歩入ると、そこには怪しげなお姉さんが一人鎮座していた。あらら、可愛いカップルさんだこと。どうされました？今日は何を尋ねに来られたんですか？いや俺らカップルじゃないんですけど。なんか突然カップルと言われたので訂正しておく。いやでも、私の見立てだとカップルなのだけれど。まさか私の読みが外れたとでも？そうなんじゃないすかね。そう言うと、お姉さんはブツブツと何かをつぶやき始める。いや何唱えてんだろ。ちょっと質問してもいいんですか？いいわよ、どうしたのかしら？突然小傘が質問をし始めたので、俺は驚いて横を見る。なんか今日テンション上がってんのかな？お姉さんは、私たちを見てではなく占い的なので私たちをカップルだと判断したんですか？いやまあ、そういうことになるわね。というか、あなたたちの場合。ね。いやなんなんですかそのま、めっちゃ怖かったんですけど。何？なんか言いたいことでもあんの？ちなみに、お姉さんはどうやって人を占ってるんですか？そうねえ、この店に入ってきた瞬間に、一番合いそうな占いをしてるわね。ちなみにあなたたちのは恋占いよ。でしょうねえ、としか俺は思わなかったが、何やら小傘はふむふむと聞いていた。なんだろうな、何か気になったことでもあったのだろうか。あ、ちなみに占いっぽいことをしておくなら、ちょっとした助言ぐらいならできるわよ。あ、そういうのやってくれるんですね。意外だった。意外とは失礼ね。これでも一応は商売なんだから。すいません、ちょっといじりすぎちゃいました。てか、この人ナチュラルに心読んできたな。すごすぎなんだが。じゃあ、ちょっと助言をお願いしてもいいですか？そう小傘が言うと、お姉さんは少し雰囲気を真面目にして助言とやらを口にし始める。そうねえ、まずなんだけど、この先すぐにすごく面倒なことに巻き込まれるわ。それは恋愛とか関係なくですか？逃れられないと思った方がいいわね。というか、逃れるともっと面倒くさいことになりそうだし。それは嫌ですね。なんだろうな、嫌なこと。てかすぐ来るんか。でも、悪いことばかりじゃなくて、一応いい仲間には会えると思うわよ。それも、なんだかんだ楽しそうにしてるし。じ
じゃあ、結構いいじゃないですか。俺も一応ほっと息をついておく。まあ、楽しめるなら。別にという感じだ。あ、で、ここからが恋愛的な話になるんだけど。そっちのお嬢さん、特にあなたはこれから大変かもしれないわね。あ、え、そうなんですか？なんかマリサと一悶着あるのだろうか。それは俺も面倒かもしれん。まあ、相手が気づいてくれないのはいつものことながら、なんか、ライバル的なのが見えるわね。ま、だけど、頑張れば実ると思うから、頑張ってね。あ、ありがとうございます。と、そこで小笠と少し目が合う。どうやらもう出ると言っているように見えた。じゃあ、行くか。そうですね。では、ありがとうございました。そうして俺たちは店から出て一息つく。ちなみに、聞けたいことは全部聞けたのか？まあ、そうですね。一応ですけど。ならよかったわ。にしてもあれだったな。なんかめっちゃ具体的だったよな。そうですね。本当に未来が見えてるかのような言い方でしたもんね。それな。まあ、だからこそ小笠もあんな真剣に聞けてたんだろうけど。にしても、面倒ごとねえ。俺にそんな深く関わってこないといいんだけれども。俺はそんなことを思いながら、小笠と一緒にお祭りを楽しむことに集中するのだった。水戸二十歳を二人きりにして、私たちはお祭りを回り始める。楽しんでくれてるといいんだがな。もしくはどっちかが勇気でも出せば。というか、マリサ先輩から言い出すとは思いませんでしたよ。ん？何をだ？突然よくわからないことを切り出してくるサナエに首をかしげる。なんかしたか、私。小笠たちを二人きりにすることについてですよ。てっきりみんなで回ることを楽しみに来たのかなと思ってましたし。ああ、なるほどな。確かに普段の私からしたらだいぶおかしな行動をしてんのか。てか、サナエのことだから分かって言ってきてそうで怖いわ。そりゃ、私だってみんなと回った方が楽しいさ。でもよ。でも？あいつらは私の同志だから、な。頑張ってほしいわけよ。はへえ、マリサ先輩も結構考えてるんですね。失礼だな。とはいえ、私がここまで考えてるのも珍しいんだよな。なんか最近あいつを見たせいか、どうも思考がそっちに寄ってしまってやりづらい。そういや、マリサ先輩の好きな人ってどんな人なんですか？はわ？と、唐突すぎないか？まあ、マリサ先輩の話聞く中でちょっと気になったと言いますか。あと、あの二人の空気にも当てられたっていうかですね。というか、なかなか話してくれないマリサ先輩が悪いんですよ。前々から聞いてるのに。やっぱ、さっきのセリフ狙ってやってきてるな、これ。やられたわ。確かにそうだけど。というか、二人きりの時はいいけど他の二人の前ではこんなこと話すなよ。わかってますよ。露骨に可愛い後輩のふりしやがって。で、どんな人なんですか？どうにかして話をそらしたいとこだが。逃げないでくださいね。ぐ、やっぱり逃げきれないか。こいつほんとこういう時だけ勘が鋭いんだよな。しゃあねえな、少しだけ話してやるよ。こういう日だし。いえい、お祭り様様ですよ。たく、ほんとに少しだけだからな。ほんと、こいつは似てるよ。気づくと、もう花火の時間が迫ってきているのだった。占いの館を出てから結構な時間が経って、多くの人がウェイウェイと足を運び始めていた。ただ、俺たちはというと、ちょっとしたアクシデントに巻き込まれ足踏み中である。小笠、ありそうか？え、どこ行っちゃったんですかね？にしても、別にいいんだぞ。景品でもらっただけなんだし。そうなんですけど。でも、ミトハ先輩から初めてもらったものだったので大事にしたいと言いますか。俺は結局いろいろ回る中で、小笠にポーチをプレゼントしていた。あの、射的で取ったやつのことな。別に送るつもりはなかったんだけど、小笠の荷物入れに使った方が使えるかなと思ったのだ。てか、ポーチもそっちの方が嬉しいだろ。まあ、そういうなら手伝うけど。本当にいいんだよな、あのポーチで。あのポーチがいいんですよ。そう言われ少し嬉しさを感じる中、時間はどんどんと進んでいき、もうすぐ花火が始まるとのアナウンスが鳴り始めた。もうすぐ始まるらしいけど、いいのか？でも、あとちょっとだけ探させてください。オッケー。そう言って捜索を再開する。何がここまで小笠を動かすのかは知らないが。でも、ここまで必死になっているなら助けたいと思う自分もどこかにいて、もう一度周囲を見渡してみると、そこには見覚えのある顔が近づいてきていた。なんでここに？それ、こっちのセリフな。というか、花火見に行かないのか？もうすぐ始まるみたいだが。そうなんだが。探し物を探しててな。そう言ってて身近に二人に説明する。すると、マリサはボソボソとポケットをあさり、ポーチを取り出した。な、お前どこでそれを。うん？さっきここ来る途中で見覚えがあったから拾った。ですね。確か。ベンチの裏にあったはずです。マジか。見落としてたな。というか、マリサ先輩もサナエもありがとね。拾っておいてくれて。おうおう、
なんか手伝えることあったら今後も頼れよな。というか、そんなこと言ってる場合じゃないですよ。もうすぐ始まりますよ、花火。無事じゃねえか、急ぐぞ。そうして俺たちは上へと向かう階段を登り始める。頼むからまだ始まらないでくれよ。たく。そういや、お前知ってるか？何？お？疲れすぎだろ。もうちょい体力つけろよな。うるせえ、黙れよ。ごめんごめん悪かったって。で、その反応を見るに知らないと。なんかあるのか？あるんだなぁ、これが。そう言うと、マリサはずいっと俺の方に近づいてきて静かにつぶやいた。なんかな、今から花火上がるだろ？そうだな。その最後の花火を好きなやつと一緒に見ると、ずっと一緒にいられるんだってよ。噂的なやつ？まあ、噂というよりは都市伝説的なやつだろ。あ、そう。てか、それを俺に伝えて何になると言うんだ。私は、一緒に見れないからさ。せめてお前らは一緒に見ててほしいんだよ。誰とだよ。さあ、お前の心に聞いてみるんだな。うっわ、最低な話のそらし方してるわ。ごめんごめん。気づいてるくせに気づかないふりをしてる奴には意地悪したくなっちまってよ。なるほどな。それが俺のアイデンティティだから、しゃあねえよ。そうだけどよ。こういう時ぐらい素直になれよな。気が向いたらな。そこまで話したあたりで、花火が上がり始めた。へ、頑張れよな。私はサナエのとこ行ってくるわ。はいはい。そう言ってマリサはどこかへと行ってしまった。それと同時に小笠がこちらへと歩いてくるのが見える。綺麗ですね。そうだな。空を見上げると、大きな花が輝きながら咲いている。マリサに言われた言葉、気づかないふり、正直、頭のどこかではわかっていた、と思う。曖昧な気持ちが強くて、これが何なのかというのは一生見つからないと思っていた。だけど、知っているはずなのだ。小笠の笑顔を見るたび思ってしまう。この気持ちは、うわぁ、大きいですね。だなぁ、なんか久しぶりに花火見た気がするわ。あ、リトハ先輩もですか？ま、そうですよね。なかなかこういう機会ってないですもん。だな。そう、マリサのやつね。俺が今まで意識してこないように努めていたというのに。まあでも、どこかでは理解していたわけだしな。それがちょっと早くなっただけ。てかまあ、時間の問題ではあったな。どうしました？うん？何が？なんかさっきから私のことをじっと見つめてません。気のせいかもですが。いや気のせいじゃない。そうですか。若干拗ねたような顔をする小笠に少し胸がときめく。ああ、もうダメだこれは。完全にわかっちゃったわ。てか、なんで拗ねてるんだ？よく考えてみるとわけわからんな。俺のことを好きなわけじゃあるまいし。そういえば先輩、さっきマリサ先輩と何か話してましたよね。あれ、何の話だったんですか？走ってる時のか？ですです。何話してたのかなって。ああ、なんか、噂がどうたらみたいな話をされたな。噂ですか？そうそう。これ、掘り下げられたらまずいな。なんか変に勘ぐられる予感がする。確か、知ってるような。どんな噂でしたっけ？ちょっと急いでて全部は聞いてなかったんだよな。あ、でも、最後の花火的な話をしてた気がするわ。あ、そうなんですね。ふう、なんとかやり過ごせたか？マジで変に勘ぐられたら俺がやられる。精神的に。てか、もうすぐじゃないですか？最後の大きな花火。ああ、そうかもな。夜空を見上げると、連続で花火が上がって大盛り上がりとなっていた。そして、一度花火が落ち着いたと思うと、今日見た中で一番大きな花火が夜空に咲いていた。花火、見れましたね。そうだな。綺麗すぎるわ。本当に綺麗だ。マジで、ここ最近の中で一番感動してるまである。でもな、それ以上に小笠の方に視線が吸い寄せられてるんですわ。末期です。これはもう本当に末期です。と、そんなことを考えていると小笠が口を開いた。そういや、先輩、私、少しだけ嘘つきました。はい？何の？私、噂のこと知ってたんですよね。へえ。え？それってどういう？てか待てよ。小笠は知ってて俺と一緒にいたのか？それって、そう考えるのもつかの間。気づくと小笠はもう階段の付近で俺を呼んでいた。そして、その後は何事もなく解散となり、俺は今、ベッドの上で悶えていた。ダメだ、ダメすぎる。やっぱり理解するべきではなかったのかもしれない。小笠が、可愛く見えて、しょうがなかったよ。あのお祭りの雰囲気も相まって、絶対しばらく悶えざるを得なくなるわ。そんな時、誰かから通知が届いたようでスマホが震える。で、小笠かよ。呼んでみると、そこには長文のお礼と一言が添えられていた。てかすごいな。こんなにお礼って長く書けるもんなのか。で、最後の一言は、2学期もよろしくお願いします。脳内で再生されたその一言を見て、またベッドに突っ伏す。ああ、もうこれはダメかもしれない。そんなことを思いながらも、俺は少しだけ次学校に行くのが楽しみになったのだった。絶賛、
私は頭を悩ませていた。なんでかって？それはね、水戸葉先輩にお礼の言葉を言いたいのだ。なんと言ったって、今日はあんなにもお祭りで楽しませてもらったんだもん。そりゃあ、お礼の一つや二つ言いたいってものだよ。それも、最後にあんな言葉言っちゃったし。もう、水戸葉先輩が知らなそうだからいいけど。さてさて、なんて送ったらいいんだろうか。普通にお礼？でもな、先輩に一番伝えたいことってそうじゃない気がする。もっと、何か違う言葉。でもな、多分、この気持ちを、この、恋心を、形にすることができるんだったら。その時は、きっと。だから、せめて。その時まで先輩のそばにいれるように。そう思った時、私はもうお礼の言葉を書き終わっていた。ずっと、あなたのそばにいられますように。外では、あの出会いの日と同じような雨が降っているのだった。